はい、どうも、ゆきです。今回はパワポケ10の表サクセス、甲子園一直線編のメインストーリーを実況していきたいと思います。よろしくお願いします。パワポケ10はパワポケ13とか9に並んで、一番好きなサクセスだよとか、一番好きな作品は10なんだっていう人も結構多いと思うんですよ。本当にね、ストーリーも激アツだし、ヒロインたちももう歴代の中でも歴史に残るぐらい可愛い女の子たちもたくさんいるんですけど、メインストーリーもなかなか熱い展開がありますので、皆さんぜひ最後までご視聴いただければなと思います。パワポケ10で好きなイベントとか、こういうイベントが好きだよとか、まあこういうヒロインが好きだよとか、こういう展開が好きだよみたいなパワポケ10の好きなところがあったらぜひコメントで教えてください。それでは行きましょう。俺は小学校からずっと野球をやってきた。中学校の野球部でだって活躍した。でも名門校からお呼びがかかるほどの結果は出せなかった。まあ普通に野球が好きな小学生、そして中学生だったっていう感じの主人公ですね。名門エリートっていう感じではありませんでした。はぁ、俺の野球ってここまでなのかな。そんな風に思っていた時、母さん、新設高校ってすごく野球が強い学校らしいわよね。え、野球のことを諦めていないならこの学校に行ってみたら。全寮制の学校か。そして俺は野球を諦めなかった。野球が大好きなんですね、この子は。そして今日、俺は新設高校へ入学するため直行のバスに揺られている。でもなかなか到着しないな。駅から随分遠いでやんすね。え、おいら二田でやんす。あんたとは野球の試合で対決したこともあるんでやんすよ。二田くんはね、ほっぺがブツブツしてんのが二田くんですね。覚えてないな。とにかくこれからは同じ学校の仲間でやんす。一緒に野球部で頑張るでやんす。あ、学校が見えてきたでやんす。めちゃくちゃ大きいでやんす。大きいですね。山一個ですね。なんだかすごそうな学校だな。どうして壁に囲まれてるんだろう。なんでもいいでやんす。ここからオイラの野球物語が始まるでやんす。来ました。あー、諸君、この学校は親切をモットーにしています。なんか親切をモットーにしてる学校って若干怖いよな。今よくよく考えるとさ、親切とかいいことをしましょうっていうのを掲げてる学校ってさ、ちょ、怖くない？普通に。この学校で社会の一員として周りのみんなの面倒をよく見る親切な人になりましょう。そしてこの学校には諸君らが社会の一員として生きていくために必要なものが全て揃っています。外に出ていく必要はありません。今のはひょっとして扉が閉まる音？なんだか不安になるけど、ここで頑張るしかないんだよな。こうして新設高校での忘れられない3年間が始まった。皆さんもぜひこの3年間を見ていってください。この1年3組を担当する大河内正門だ。これから1年間よろしくな。先生、質問でやんす。おー、熱心な先生は生徒、あ、熱心な先生じゃねえや。熱心な生徒は先生も好きだ。なんだにだ。このクラスは全員男でやんす。入学式の時にいた女子学生はどこに行っちゃったんでやんすか？そうだな。お前たちは今大人になりつつある。そういう時期には誘惑が多くて学業やスポーツに集中できずに悩むことも多いだろう。だが安心してくれ。この学校は男女生徒が校内で完全に分離しているんだ。なんでやんすと？青春のたぎりは思う存分学業とスポーツにぶつけるんだな。迷惑な話だよ。女子と一緒に過ごさせてくれよ。なんか納得いかないでやんす。俺中高男子校だったからさ、男だけの辛さは知ってんだ。夏休みまでは女の子の姿すら見られないということでやんすか？夏休み？次の日曜にでも街に出ればいいんじゃないか？ゆひくん、学校のパンフレットちゃんと読んだでやんすか？この学校の外に出られるのは夏休みと冬休みと春休みだけでやんす。もう監禁よな。なんだって？普通の休みの日はこの学校の寮で勉強するか部活動を頑張れということらしいでやんす。でも寮生活ってそんな感じなんですかね？なんか寮生活したことある視聴者さんとかいたらぜひ寮の感想とかコメントで聞かせてください。とんでもない学校だな。でも俺たちはこの学校で甲子園を目指して野球をやるんだろ？じゃあ女の子や休日なんてそもそも関係ないじゃないか。はぁ、熱血でやんすね。でもおいら気楽で楽しい高校生活を送りたかったでやんす。そんなもんはないですね。そして野球部。いいか？この新入生の中に気楽で楽しい高校生活を送りたいでやんすを期待しているバカはいるか？念のため最初に言っておく。余ってるんだ。今の社会はのんびり気楽に渡っていけるほど甘くはないぞ。お前たちが卒業して社会に出た時最初に直面するのはな、世の中には勝者と敗者しかいないという冷酷な現実だ。だから俺の野球部は教育としてまず試合に勝つことを教える。勝つための苦しみと勝つことの喜びをこの3年間の部活動でみっちりとお前らの体に教え込んでやる。もちろん夏休みなんてものはなしだ。あれ、ま
これが俺のお前たちへの親切だ。おい、返事はどうした？はい、ありがとうございます。まるで軍隊みたいだな。強い学校の野球部っていうのはこういうもんなのか？この学校だけが特別なんでやんすよ。おい、そこの二人。はい。死後の罰としてグラウンド自習、今すぐ始めろ。はい。大変だな。相当大変だよな、この環境で。パワポケ10はこの魂っていうシステムがあって、これがゼロになってしまうとゲームオーバーになってしまうので、練習とかしてね、稼いでいかなければいけません。あとはランニンググラウンド整備などありますが、まあ最初の方はこの玉磨きとか玉拾いをしておいて監督の評価を上げていくっていうのが定石だったりとかしますね。あー、練習でクタクタだよ。やっと眠れるでやんす。寮の部屋はなんだ、ニダ君と一緒だな。クラスも部活動も一緒なのに部屋まで一緒なんでやんすか。いや、そうに、嫌そうに言うなよ。間違いない。もう嫌、こいつの方が嫌だな、じゃがいもパイセン。この人はね、パワポケ10出てからもう十何年も経ってますが、未だに割と嫌われてますよね。てか、この人好きっていう人見たことないんだよな、俺。YouTube 3年やってるけど、一回も見たことないかもしらん。クラスはともかく、寮は部活ごとに分けられてるから当然だよ。この寮は野球部専門。お、北野先輩。先輩も一緒の部屋なんですか？北野ジェネラルがよ。おうよ。あと3年生の飯島キャプテンも同室だぜ。キャプテンも？参考、飯島キャプテン。おじいさん。あの人絶対に高校生には見えないよな。それにしてもお前ら運がいいな。4人部屋で先輩は2人だけだろ。俺が1年の時なんて同室に先輩が3人もいたんだからな。はあ。それじゃあこの学校と野球部と寮生活の先輩としてお前らに社会勉強させてやるよ。いいよ。なんでやんす？まず上下関係をしっかり守れ。先輩である俺の命令は絶対だ。夕食の弁当を取りに行くのはもちろん、朝練の時間に起こしたり、練習後には俺をマッサージしなきゃいかん。最悪よ。どうしてそんなことをやらないといけないんでやんす？あ？だから社会勉強って言っただろ。例えばこれが会社で俺が上司だったとするよな。俺の機嫌を損ねたらお前ら下手すればクビになるんだぜ。まあ、でもその理由でクビにしたらそっちの会社の方が怒られそうな気するけどね、今の社会。ここでは何が起こるんでやんす？お前ら野球好きだよな。野球したいよな。ボール磨きと球拾いだけで1年間終わりたくないよな。じゃあどうすればいい？それって脅迫ですか？いや、気持ちのいい学園生活を送りたければ我慢も必要だって言いたいだけだよ。ええか、俺だって去年やったんだぞ。それにお前らも来年は先輩になるんだ。お前らが抵抗してこの美しい伝統を破壊するのは勝手だが、そうなると来年も雑用しなきゃいけない。お、来たの。早速後輩どもに寮生活の基本を教えてやってんのか。えー、キャプテン、やっと俺も楽させてもらいますよ。でもさ、この北野パイセンが先輩にこき使われてたところって想像しにくいよね。さて、お前たち新入生がこの学校へ来て1週間が経った。ここで生活するようになって、この学校ではお金が使えないことに気づいたと思う。だが、生活に必要な消耗品は学校から支給されない。これから、お前たちにはこのペラを使って購買部で必要な私物を購入してもらう。ぞ。つまり金券ですか？あらかじめ買っておくような？いや、お金の代わりをするが、ペラは決してお金では買えない。この学校でいくらペラを稼いでも、卒業するときには全て紙くずだ。そういう稼ぐの嫌になるようなこと言わないでくれ。生徒間でペラを売買するのも禁止だ。そういう行為は厳しく罰する。じゃあどうやってそのペラを手に入れるんでやんす？今から全員に200ペラを支給する。今後は学業生活や部活における成果、あるいは学校に対する貢献によって支給されることになる。でもおいら勉強は苦手でやんす。部活動で活躍する自信もないでやんす。ああ、大丈夫だ。そういうもののために社会への奉仕活動に参加した場合、ペラを配給する制度がある。だが、ボランティアとは本来無償で行うものなのだ。このペラはあくまでも学生が自分の時間を使って社会に奉仕したことに対する学校からの援助と思ってほしい。そんなこと言ったって、やっぱり給料みたいなもんでやんすよね。ニダ君、先生に聞こえるぞ。睨まれると厄介だぞ。先生、質問です。生徒の間でペラを貸し借りしてもいいのでしょうか？いいところに気がついたな。このペラは金銭ではない。だからゲームなどの勝敗によって権利が移動したとしても、それはギャンブルではない。そもそも、このペラはお前たちが社会に出た時のためにお金というものを勉強する教材だ。利子をつけて貸し出すのも自由。周囲のものから借り集めて何か大掛かりな活動をすることも自由だ。まあ確かにここは教育的な意義はあるのかもしれませんね。もっとも、反社会的だったり学校やクラスに迷惑のかかる行為は絶対にやめてくれたまえ。さあ、今から全員にペラを配るぞ。これがペラね。安っぽいでやんす。まあペラペラのペラですからね。で、このペラは買い物コマンドを使って消費するというか、アイテムに変えることができます。ここの買い物アイテムを買いますですね。野球魂を上げたりとか、まあ、評価上げたりとか、野球センスを上げたりとかできます。で、この野球センスっていうのが、このパワーポケ
10の、まあ、1個の特殊な要素でもあるんですけど、ちょっと待ってくださいね。こう、ちょっと2個だけ買ってみて、ボランティアがさっき言ってたペラを稼ぐための、まあ、イベントですね。で、野球センスここで使えるんですけど、取得ポイントに応じてこんな風に能力を上げていくことができるよっていう感じですね。で、パワーポケ8と違って、デメリットっていうのは、まあ、ほぼほぼ、ここの総力マイナス1はありますけど、他はあんまりないので、結構、まあ、上手に使ったら強い選手を作りやすかったりとかもします。これが割とパワーポケ10の独自システムの、まあ、基本的なところですかね。なんだ、この長蛇の列は。公衆電話でやんすよ。この学校中継局がないとかで、携帯電話が通じないのでやんす。やばいよな、本当に。陸の孤島だよな。まあ学校の位置が世間から離れてるからな。公衆電話も職員室前にあるあの1台だけなのでやんす。実家から必要なものを送ってもらおうと思って、さっきから列に並んでるんでやんすが、30分も並んでるのに全然列が前に進まないのでやんす。もうホームシックとかになったら終わるよな。ああ、それは大変だな。俺は先に寮に戻ってるよ。そして。よう、ゆき、お前ら今日ペラをもらっただろ？ええ。じゃあ100ペラよこしな。野球部の部費だ。ええじゃねえよ。野球部だって細々したものが必要になることがあんだろ。そん時のために新入部員から集めてプールしておくんだよ。何に使うんです？なんでお前生意気だぞ。後輩なら後輩らしく先輩の言うことにははいはいって従えよ。めんどくせえやつだな。練習の時のドリンクとかプロテインとか目薬とかだよ。いちいち部で用意できないだろ。あ、なるほど。納得したらほら、さっさとペラ出せよ。どうぞ。これ100ペラないと、もう使い終わってると何度ももう持ってねえのかみたいな感じで言われます。じゃあ100ペラ確かにいただいたぜ。もう電話は諦めたでやんす。おー、いいところに帰ってきたな。え？俺この学校でやっていけるかな。まあ、環境は非常に良くないというか、先輩もちょっとしんどいですよね。いじめ。はい、監督。今年の1年生をどう思う？全然ダメですね。あそこで選択をやってる4人はまだマシな方ですが。まったく、なんで僕がこんなことしなくちゃいけないんだ。カンドリ文句ばっか言ってないでちゃんと選択しろよ。はいはい。僕の家じゃ選択はメイドにやらせてるからさ、確かに新鮮な体験だけどね。メイド？メイドが家にいるんでやんすか？羨ましい。なんでよ、カンドリ家って知らないの？地元じゃ名士なんだけどな。はい、やだやだ。へぇ、メイドな。メイドってなんかうまそうな響きだよな。は？おいバタ、一体何を言い出すんだ。いやー、もう俺腹減ってて名刺以外のこと考えらんねんだ。ほら、メイドインチャイナって料理があるだろう。バカです。いや、それ多分料理の名前じゃないぞ。ほら、すごいバカでしょ。あのな、キャプテン、バカだろうがロバだろうが野球がうまければそれでいいんだよ。はい、その通りです。それよりあっちの二人はどうだ。おい、田島、もうちょっと練習付き合ってくれよ。越後勘弁してくれよ。俺飯食った後で音楽室でピアノ弾く予定になってんだぜ。なんだ、1年生期待のルーキー、田島翔吾投手もまだまだだな。野球部なら野球さえできてればそれでいいじゃないか。ダメダメ、俺はマルチ人間なの。お前みたいな野球しかできないバカとは違うんだよ。あ、待てよ。チェ、野球バカでもいいじゃねえか。この学校野球バカばっかだからな。俺の見たところ、あれはいけるぞ。3年生もうかうかしとれんな。この前まで何球握ってたやつですよ。夏には間に合いません。そうか。まあお前もキャプテンらしく、もっと広い視野を持て。ちょっともう嫌な感じになってますね、これ。2年の木曽先輩、また別メニューで練習してんのか？自分で考えた練習メニューだそうでやんすよ。この前本で勉強してたでやんす。頭いいんだろうな。俺たちも、やれやれだぜ。おやちご、それ日本語としてなんか変だぞ。すごい日本語わかるんだ。なんで、同じ野球バカの勇気にだけはそういうこと言われたくないね。どうして俺がバカなんだよ。どうせお前、分数の足し算ができないんだろう。分数の足し算？どうせお前もできないんだろう。うん、両方できない。そんなの当たり前だろ？だって俺は野球バカだし。この野球部はバカばっかりかよ。じゃあお前はどうなんだよ。分数の引き算はできんのかよ。いや、普通できるだろ。まず分母を揃えるんだよ。なんでよ、偉そうに。そんなことぐらいで偉そうにすんな。ああ、カンドリもやれやれだぜ。ところで、分母ってなんだっけ？そんなこと俺に聞くな。小学生だぞないよ。お前らいいコンビだな。練習中こっち寄ってくんなよ。バカが映るからな。なあ、ところで田島、分数って、なんだっけ？お前もか、あっち行けしし。おいら、この野球部に来て、生まれて初めて頭がいい方のグループに入ってるでやんす。でも非常に楽しそうな仲間たちではありますよね、この部活。何度見ても思うけど、こいつらバカだけど楽しそうだよね、めちゃくちゃ。知ってるでやんすか？いきなり何の話だよ。女子寮の話でやんす。森の向こうに女子寮があるのでやんす。え？あの立ち入り禁止の森の向こうか？入学以来女の子なんて見てないでやんすからね。おいらちょっと様子を見てこようと思ってるでやんす。おいおい、そんなことして大丈夫か？ゆうきくんこそ健全な好奇心はないんでやんすか？これだけ広い学校なのに、おいらたち全然見て回ってないでやんす。
確かに寮と教室とグラウンドぐらいしか行ってないよな。そろそろ学校にも慣れたし、あちこち行ってみてもいいか。ということで、これでうろつきコマンドができるようになります。で、うろつける先としては、校舎、グラウンド、寮。で、部室、森、女子寮っていう感じですね。ここのグラウンドとか部室のところで仲間イベントが進むっていう感じです。ちょっと校舎行ってみましょうか。この学校の校舎は大きいな。しかも森の向こうには女子生徒のみの校舎がもう一つあるし、そう考えるとめちゃくちゃ広いっすよね。授業で教室を移動するとき、時々迷子になりそうになるよ。まずは俺の教室。ニダ君やクラスメイトがよくいるな。そしてここが食堂。テレビが見られる貴重な場所でもある。岩田がよく飯を送ってるな。ここが音楽室。田島がよく来てるんだっけ？この階段を登ると、屋上だ。屋上入れる学校って今珍しいよね。今は誰もいないけど、ベンチもあるし、サボるのにはいい場所だな。さて、これだけ広いと。使われていない教室も結構あんな。そしてここは、お、勇気か。授業で分かんないことでもあんのか？もう分数が分からん。職員室だ。もう分数、理解してないからな、こいつ。田島、ちょっとこっち来い。はい、キャプテン。お前の磨いたボールは汚い。もっと心を込めてきちんと磨け。それと、エチゴ。え、えい。弾を集めるのが遅い。最近、あの二人がなんか集中してしごかれてるってやつかね。というより、あれは嫌がらせだろ。あいつら野球センス抜群だから目の敵にされてるんだ。おい、そこの二人。はい。目つきが気に入らん。そして、キャプテンやりたい放題だな。どうして問題にならないんだ。この学校は世間から離れてるでやんすからね。ここはまだ昭和なのでやんす。おいお前ら、無駄口叩いてないでさっさと洗濯終わらせろ。はい、わかりました先輩。辛い環境ですね。はい、この環境の中で主人公たちはどのように過ごしていくのか、次回からいろいろうろつきしたりとか本編入っていきたいと思いますので、皆さん楽しみにしておいてください。で、彼女がイベントが見たい方とかがね多いようであれば、また彼女動画みたいな、彼女イベント解説動画みたいなのも出したいと思いますので、ぜひ期待しておいてください。じゃあよければチャンネル登録高評価お願いします。バイバイ。はい、どうもゆきです。パワポケ10のメインストーリー解説実況を続きやっていきましょう。はい、新設高校に入学したこの主人公にこれからどのような高校生活が待ち受けているのか、それでは今回も行ってみましょう。バキ、どうした？あ、ゆうきくんが大変でやんす。そして、野球部の練習中にノックの直撃を受けて気絶したと、やべえな。打球というのは時速300キロ近くになることもありますからね。当たりどころが悪くて亡くなった人もいますから注意してください。はい、日垣先生。しかし君はなかなかいい体をしていますね。ホモかな？え？おや、これは失礼。僕の専門分野は運動科学でね。ついついアスリートの筋肉構造は研究者の目で見てしまうんですよ。まあ、保健室の先生合わんやろ。運動科学ですか。監督やスカウトは現在の君の能力を見ているのでしょうが、僕は君の未来の可能性を見るのです。それで俺はどうなんです？有望ですね、実に。多いっすね。まあ、あくまでも可能性ですが。まあ、そりゃそうか。しかし、その可能性を高めることができるかもしれませんよ。表情がも怪しい。この薬でも怪しいよ。怪しいよ。何ですかそれは。この学校のスポンサーであるジャシメントグループの新薬です。政府の認可を受けるために臨床試験を行っているのですよ。これは潜在能力を開花させる薬です。え、それはすごい。でも副作用とかは大丈夫なんですか。だから試験中の薬ですからね、何とも言えません。これが超能力者を作り出す薬ですね。禁止されてる成分とかは入ってないんですよね。それは大丈夫です。これはあの幸せ草が主成分になっているのですから、だからダメなんだよ。幸せ草？ああ、そういう名前の天然植物ですよ。まあ天然のものでも猛毒のものも禁止成分を含むものもありますが、これは大丈夫です。さて、いかがです。ここはね、やめておいた方が無難です。潜在能力とか言われてもなんだか気味が悪いですよ。そうですか。まあそれが賢明かもしれませんね。これね、あの受け入れてしまうと野球魂下がるんですよ。で、前半だとちょっとね、野球魂落ちやすいんで、ここは断っといた方がいいですね。しかし野球部にいるのに毎日先輩たちの手伝いでやんすね。おいら野球の練習がしたいでやんす。まあ仕方ないよ、そういうものなんだよ。おいらだってこう見えても中学じゃ少しばかり有名な野球少年だったでやんすよ。お前が毎日球拾いに洗濯じゃ才能が腐るでやんす。ほほ、これはまた大層な自信だな。うわ、監督、いい機会だ。1年生全員集合。なんだなんだ、巻き込まれてる。お前たちもこんな考え方を聞いたことがあるだろう。他人に競争して勝つよりも世界でたった一つの自分になろう。俺に言わせれば、これほど愚劣な負け犬の発想はない。うわ、言い切った。やべえよ、教育者だよお前。世間が価値を認めてくれなきゃ、てめえら自身だけが知ってる他人との違いなんて何の価値もないんだよ。だからまずは勝て。競争に勝って価値を認めさせろ。だが勝つ方法は一つではない。そこにのみ個性の価値がある。おい、熱いぞ今日の監督。言ってることは難しくてよくわからないでやんす。
何のことかよくわかんないでポカンとした顔してやがるな。じゃあ結論だけ言ってやる。真面目に野球に対するやる気を俺や先輩たちに見せてみろ。そういう奴は1年だろうが野球の練習をさせてやる。え、本当でやんすか？当たり前だ。俺は試合に勝ちたい。試合に勝つには優秀な兵隊がいくらでも必要なんだよ。これね、監督評価が上がると野球の練習できるようになるって話ですね。球拾いとかじゃなくて。よし、話のついでだ。お前らちょっとテストをしてやる。まずはユキ、お前からだ。あ、はい。あ、はい、パッティングテストですね。はい、やらかしましたね。物足りんな。よし、次は2だ。すいません、監督。ユキ君困っとねやんす。一体どうしたんだ？ペラで買えないでやんす。販売数限定のおもちゃが来週発売なんでやんすけど、購買部がそれは入荷できないって。まあ、そりゃそうだろうな。でも、それは君自身が外へ買いに行くしかないな。え、校長先生？え、オイラが外へ？長期休暇以外の外出は禁止だったんじゃないですか？そもそもペラとはお金ではなく権利なのですよ。100ペラ出せば休日に1日外出する許可が与えられます。高いでやんす。いえ、自由とは高いものなのです。この学校で生活してると外の世界の自由がどんなに大切か分かってきたんじゃないのかね？え？いいかね、君たち。自由や人権とは長い歴史の中で戦って人々が勝ち得てきたものなのだ。主張さえすれば与えられるものだとそういう風に考えてはいかん。どうだ、勉強になっただろう？まあ、確かに勉強にはいいんだよな、このシステム。そうですね。勉強になるでやんす。そうだ、勉強したまえ。この学校は社会の縮図。今の不自由は未来の可能性。まあでも、楽しみたい人には向いてないけど、確かに勉強にはなるような、この学校って。社会出てから思うわ、それは。つまり、どういう意味でやんす？まあ、つまり、100ペラ出して外出、外出して、限定のおもちゃを買ってくればいいってことじゃないのか。なんだかそのまんまでやんすね。もっと深いこと言ってたぞ、校長。今日は聖高校と練習試合だ。まあ、おいらたち1年生はどうせ見てるだけでやんすけど、先輩たちのプレーを見ればいろいろと勉強になるだろう。しかも相手はこの地区で強豪校の聖高校だし。相手の投手、体はそんなに大きくないけど、すごい速い球を投げるやつだな。おい、あれは天道だよ。天道翔馬、名前かっけえな。あいつこの地区だったのかよ。おいおい、あれとやんのか？おいらも中学の野球部でよく名前を聞いたでやんす。今年精鋭に入学したんでやんすね。ちょ、待てよ。じゃあ俺たちと同じ1年生じゃないか。なのに練習試合とはいえ先発で投げさせてもらえるのか？おいおい、150キロ出てんじゃね？ 1 年生で。半端ねえな。おいらたちとは出来が違うでやんす。ふざけるな。いいか、同じ学年ということはこれから3年間戦う相手じゃないか。そいつにそんな弱気でどうするんだ。そうそう、その通りだ。ありがとう、監督。ああ、先輩。キャプテンが3球三振だ。遊び玉なしでやんす。そして、試合終了。おいおい、完封されちゃったよ。なんだか先輩たちの空気が重苦しいでやんす。まあ、そりゃそうだ。そして、めっちゃしょぼんしてる。お前たち、今日の試合のざまはなんだ。基礎、行ってみろ。はい、恥ずかしながら乾杯であります。よーし、恥ずかしながらよく言った。いいか、おめえらの足りねえ脳みそでも理解できるように言ってやるが、点が取れなきゃ勝てないんだよ。なのに相手の1年生投手が打てず、一方的に負けちまいやがって。どうなってる？おい、ユキ、なんで？何も関係ねえよ。あ、はい。お前らから野球を取ったら何が残る？言ってみろ。いやー、ゴミであります。よーし、よくわかってるな。だが、そう自覚してるなら、もっと死ぬ気で練習しろ。今から地獄のトレーニングだ。今日は全員倒れるまでやるぞ。返事はどうした？はい、ありがとうございます。すげえな、もう。すげえな。こんなん許されてるんだな、今の時代で。他校の偵察ですか？そうだ。お前と二田の二人で練習試合の録画とスコア付けをやってきてもらう。わかりました。いいか、寄り道せずにまっすぐ帰ってくるんだぞ。そのデータをすぐに調べたいからな。研究熱心だな。さてと、無事に偵察も終わったし、学校に帰るぞ。おいら、ちょっと買い物に寄りたいところがあるんでやんすけど。二田くんダメだよ。帰りのバスは本数が少ないから、一台遅れると学校に戻るのが夜になってしまうんだ。せっかく学校の外に出たのに、学校に戻ったらどうせまた先輩の世話でやんす。あれ？あのカップル、男の方はどっかで見た顔だな。あ、精鋭の天道じゃないか。え？出た、インランピンク。君は誰だっけ？お前の敵だ。え、そうなの？ごめん、俺顔と名前覚えるの苦手でさ、君の名前忘れた。初対面だから知らなくていいんだよ。俺は新設高校の勇気だ。その試合で勝負することになるから覚えといてくれよ。だから覚えらんないって、そこら中の学校の連中が自己紹介してくるからさ、すげえな。え？ねえ、翔馬、早く行こうよ。映画の時間間に合わないよ。ああ、そうだな。映画？ああ、今日は練習休みなんだ。俺としては練習してないと落ち着かないんだけどね。練習メニューなら私がしっかり管理してるんじゃない？マネージャーを信用しなさいって。そうだな、若菜。それじゃあさよなら。新月高校の人？新月高校じゃなくて、新設高校でやんす。一緒にいた女の子は野球部のマネージャーかな。可愛かったでやんすね。つまりこういうことか。
俺たちが休日返上で練習してて、女っ気もなく先輩と先生に毎日しごかれてるのに、あいつは彼女と仲良くデート。多分1年生からレギュラー確定で甲子園で活躍して、ドラフト1巡目の指名でプロに入るでやんす。なんだよそれ。スターというやつでやんす。俺らたちとは違う種類の特別な人間なんでやんすよ。冗談じゃない。そんな理屈で納得できるもんか。あんなやつ試合でやっつけてやる。ライバル宣言する相手としては手強すぎるでやんすよ。それがどうした、ニダ君。俺はあいつを超えてやる。無理だと思うでやんす。お前無理だと思ってたらできねえんだよ。それでは夏の大会のベンチ入りメンバーを発表する。いよいよでやんす。頼むでやんすよ。おいおいつけよニダ君。俺たち1年生から選ばれるわけないじゃないか。そうじゃなくて北野先輩でやんす。キャプテンのいじめ先輩はともかく、もし選ばれなかったら。あ、そっか。はい、案の定。ちくしょう、どうして基礎が選ばれて俺はダメなんだ。おいユキ、なんか言ってみろ。え、はい。多分賄賂です。何、基礎のやつがメンバーに入れてほしいために監督に何か渡したっていうのかよ。めっちゃ適当言った。じゃあどうして俺のためにお前は活動しておかなかった。その無茶苦茶な。まあまあ落ち着け来たの。お前には秋も来年の夏もあるんだからよ。ああ、そりゃそうっすけど、むしろ選ばれなかった3年生の方が悲惨だぞ。もしもお前がメンバーに選ばれてたら、その3年生たちに生意気な2年生だと袋にされてたかもしれん。ひでえな、この野球部。まあメンバーも発表したことだし、今後は来たのもみんなの練習を手伝うことに専念するんだな。ギロリ。なんで？え、なんでこっちを睨むんでやんす？そして、なんか八つ当たりされてさ、昨日の夜が散々だったよ。お前んとこはその程度でよかったな。え？俺んとこなんて選ばれなかった3年生が2人だぞ。きついな。もうお通夜みたいな感じでさ、一晩中隠し芸やらなんやらやらされて。俺んところもそんな感じだったな。俺んところは一晩中愚痴の相手。たくたまんねえよな、気持ちはわかるけどさ。やれやれ。だ、ぜ、死んだ。おいおい、エチゴ？ああ、そういえばあいつの部屋も一晩中騒がしかったな。まあ1年だからしょうがないよ。我慢我慢。これでいいのかな。今日から地方大会だな。でもおいらたちは観客席で応援でやんす。なんだなんだ、二人とも朝から不景気な面しやがって。お、キャプテン。こっちとれ、これから試合だぞ。俺たちをリラックスさせやがれ。あ、させ、あ、見ろよ、新設高校だぜ。すっげえ、さすが強そうだな。まさかの人気。あの子たち俺たちも見てますね。強豪校の野球部ともなると観客も追っかけもいるんだぜ。お前に、おっさんに。マスコミにだって取材されるしな。本当っすか。お前ら俺も含めて先輩 OB に感謝するんだな。俺たちが頑張って対外試合に勝ち、新設高校野球部の名声を上げた。だからいい選手も集まってくる。おっさんなのに。練習器具もグラウンドも最高だな。感謝の気持ちが出てきただろ。はい、じゃあ後でお前ら二人試合前に全員の前で漫才やれ。え、は？もしつまらなかったら。わかってるな。最悪だな、この野球部。試合前にどうしてあんな目に。痛いでやんす。かわいそう。あ、キャプテン打ったでやんす。というか全員でめった打ちだよ。先輩たちってすごかったんだ。普段はすごくないからな。かっこいいでやんす。そして、まあこの勢いで勝ち進みたいですね。試合後にインタビューされてるよ。準々決勝から試合対、地方大会の試合はテレビに映るそうでやんす。今日いじめくん、お前にファンいんの？うちのチャンネルいないのに？あの、あれはひょっとしてキャプテンのファンか？まるでスターディアンス。中学の野球とは全然違う世界だな。おいら新設高校の野球部に来て正解だったディアンス。おー、お前らそこにいたか。応援の声が小さかったぞ。学校に戻ったら反省会な。声が小さいっていう反省会。むちゃくちゃだな、ほんとこの野球部。さあ、来ました、運命の日。今日は地方大会の4回戦だ。しかも相手があの精鋭高校なんディアンスよね。練習試合の時と同じ投手とは随分と舐められたな。いいか、あの投手はまっすぐばっかりだ。球速はかなりあるが変化しない。バットを短く持って当てていけ。三振だけはすんな。ういっ。おっさんたち、頑張れよ。よし、当ててやる。当ててやるぞ。練習試合の時より早い。こんなの、無理だ。まあ、重野五郎には勝てないだろ。ちっぴびってやがる。そして、練習試合に続きまたしても完封負けか。シャレになってないでやんす。しょうま、ナイスピッチン。でもまあ、出来は7割ぐらいかな。ヒットも打たれちゃったし。まったくだ、このバカモンが。この程度のチーム相手でも気を抜くなと言ってるだろうが。この程度って言うなよ。はい、佐々木監督。やめてとくー。この前の試合までは俺たちがあっちの立場だったのに、負けると寂しいもんだな。天国と地獄でやんす。おい、見ろよ、新設高校の奴ら帰るぜ。せいに全く歯が立たねえでやんのだっせ。うるせえ、ガキどもか。試合は勝たないとダメだな。勝たないとダメでやんす。そして、俺たち3年生は今日で引退する。基礎、はい。次のキャプテンはまだ、ひっ。最後にこれだけは言っておく。あの天道のクソ野郎を打ち崩して、俺たちの無念を晴らしてくれ。はい、わかりました。でもな、両方ともおっさんっぽいな。
甲子園の中継を見てるのか？ああ、今日も精鋭が勝ってる。このままの勢いで優勝しちゃうんじゃないかな。あ、天童が出てきたでやんす。じゃあこの試合も決まったな。いくら天童がすごいっつってもリリーフで出てるだけじゃないか。バカだな。まだ1年生でスタミナが足りないから抑えなんだろ。だいたい1年生なのに球速が150キロだなんてありえないよ。そういえば前に天童と会った時ライバル宣言してたでやんすよね。絶対に超えてやるって。え？勇気が天童に？マジかよ。そんな当たり前だろ。俺たちはこいつと同じ地区なんだぞ。こいつを倒さないと絶対に甲子園にはいけねえんだ。すごいなお前。いや、勇気の言う通りだ。ビビってたら戦う前から負けたな。畜生言ってくれんな。よし決めた。俺も天童のライバルになるぜ。なあ、俺も。なんだよ、みんな真似すんなよ。いいじゃねえの、減るもんじゃねえし。そうそう、ケチケチすんなって。みんな俺が天童に面と向かって言ったと勘違いしてんな。まあ敵と言ったのは事実だし、あれをライバル宣言ということに。この大会、精鋭高校は惜しくも準優勝に終わった。天童が登板する前の失点が決勝点だった。まあ、天童は悪くないみたいな言い方ですが、まあ、実力はつけてきてますね。さてみんな、これから1年生の実力をテストしてみようと思う。おい、キャプテン、秋季大会のメンバー選出にしちゃちょっと時期が早すぎないか？夏の大会の負け方を考えると今の2年生は力不足だ。おお、偉い、ちゃんと分析してる。3年生の抜けた今、使える1年生を早めに見つけておいた方がいい。ということは、ここで実力が認められると、秋季大会のメンバー入りにぐっと近づけるでやんす。じゃあまずはゆうきからだ。はい。自分の自信のある、やっぱね、僕はバッティングですかね。割と打てたんじゃね、今回。結構打てたんじゃね？よし、これでどうだ。なかなかいいな、彼は。北野と同室だったよな。ああ、まあな。あんまりいじめるなよ。お前も試合に勝ちたいだろ。お、止められてますよ。さてさて、本日見学していただいてどうですかな、この学校は。いや、誠に素晴らしい。この国では失われつつある規律、そして集団への奉仕精神。この学校こそが教育の防波堤であると本日私は確信いたしました。校長先生、文部科学省の方もこのようにおっしゃってくれておるぞ。はい、ありがとうございます。ただ少し気になるところが、ん？何かね。この学校は男女共学校でありますよね。しかし今日拝見した限りでは少々実態に問題があるのではと。我が校オリジナルの制度なのだがね、こいつ同じこと2回言うな。あの人と一緒じゃない？パワーポケ2の。気に入らんかね？オズノ君や。私個人の意見ではともかく、上の方に報告するとなるとその問題になるかと。そもそもこの学校が手本にしたのは戦前の英国パブリックスクールなのだよ。わしがそこに在籍していた時代はそもそも男子のみの学校でね、じゃあ男子校にしたらいいやん。そもそも学問というのは男の、ああ、わかります、そういう時代でしたからね。ですがほら、今は男女同権の時代でして、その考え自体が間違っておる。若い男女が席を同じくするなど、お前が青春できなかっただけやろ。まあまあ理事長、それで教育委員会としては現状の改善を要求するのですかな。まあそういうわけでして、わしはいささか不愉快だ。校長、あとは任せる。まあ理事長は強固な教育理念をお持ちの方ですからな。そのブレない姿勢も誠に結構だとは思うのですが。で、大丈夫ですか？お前カツラずれてるけど、お前が大丈夫か？こういう日が来ることは予想しておりましたから、まあお任せください。後片付けを終えてただいまを帰りました。おー、ご苦労さん。夜食の弁当ならそこにあるぞ。やった。夕食は先輩に食べられてしまってほとんど食べられなかったから、これだけを楽しみに練習を。あれ、弁当が1個しかないですよ。ああ、割り。ちょっと腹が減ってたから俺が2つ食った。仕方ない、2人で分けるか。ちょっと待つでやんす。1つしかないおかずもあるから公平に分けるのは無理でやんす。ここは勝負して勝った方が全部食べることにするでやんす。確かに量も少ないしな。よし、何で勝負する？チグパドーンで勝負でやんす。よし、勝負。はい。こちらね。叩いて被ってじゃんけんポンですね。勝ったら攻撃、負けたらヘルメットで防ぐんですけど、これはタッチなんですよ。なんで基本的にじゃんけんの結果を見る前に、もうひたすらこの3つのボタンをポンポポーンと押してれば、基本的にやられることはありません。ポンポポーンと。はい、こんな感じでね、1,2,3 と押していればいいんです。ほんで、これ負けた時だったらじゃんけんにね、じゃんけんに負けた時だったらガードできますし、じゃんけんに勝った時に先に、今ちょっと説明しようと思って、のんびりしてたわ。じゃんけんに勝った時に守るボタンを押しちゃったとしても、それは攻撃の、なんで攻撃してこないのみたいな顔されるだけで問題ないので大丈夫なんですけど、こいつじゃんけん弱くね？全然じゃんけん勝たないんだけど、この人は？え？ちょ、待って、お前じゃんけん弱すぎて話になんねえぞこれ。あ、やっと勝ちやがった一回。もうこっから、また負けてよ。こっからお前逆転だろ。ずっと俺のターンにしとけよ。バーサーカールソウル使っといてほしいんですが、オッケー、2発目ぶち込んでいく。そして、じゃんけんまた負けていく。
こいつ負けり、今みたいな感じでね、勝った時にそのヘルメットボタンを押したとしても別にマイナスにはならないんで問題ないんですよ。なのでこのミニゲームは基本的に鉄板で勝てるんですね。はい、オッケーです。じゃんけん弱かったのお前。やった、勝ったぞ。せめて梅干しだけでも恵んでくれてやんす。まあ少しなら。いや、梅干しだけもらっても腹減るくない？今日は秋季大会の試合の日だ。おいらたちやっぱりベンチ入りできなかったでやんすね。はは、悪いな、ゆき。俺と田島だけベンチ入りで。チェ、控えのくせに偉そうにすんなよ。こら、試合中にうるさい。3年生がいなくなったからってお前らたるみすぎだぞ。試合をしっかり見て。あ、ホームラン打たれたでやんす。あの野郎、俺が目を離した隙に。そして。ああ。今日という今日は本当にお前たちに愛想が尽きた。格下の学校に逆転負けとは一体どういうことなんだ。おい、来そう。はい。油断してました。ここで一発お前をぶん殴りたいところだが、俺の拳が痛いだけだ。バカバカしい。代わりに全員ぶっ倒れるまでノックだ。はい、あざす。そして。大変だな。あ、これ貴様、何をフラフラしてやがる。死ぬ気でシャキッとしろ。ボールが取れないなら死んじまえ。ひでえな。野球ができなきゃお前なんて生きてる価値がないんだ。こっちの連中もっと打ってあいつを鍛えてやれ。はい、こりゃ打つ方もきついぞ。そして。いやー、ダメでしょう。これはさすがに。試合に負けて以来、監督のしごきがめちゃくちゃきついでやんす。でも監督の言うように負け方が悪かったからな。強くなるためには仕方ないさ。そうか？僕は絶対に八つ当たりだと思う。ところで知ってたか？昨日精鋭が優勝決めたぜ。あれ、もうそんな日なのか？秋季大会なんて忘れてたよ。負けると一気に興味がなくなるでやんす。あんたも暇でやんすね。来年に備えて情報収集だよ。まったくやれやれだぜ。来年は全く違うチームになってる気がするけどな。結構まあ、ひどい環境っすよね。はい、こんな環境ですが、ここからどんな物語が生まれるのでしょうか。楽しみにしておきましょう。じゃあよければチャンネル登録、高評価お願いします。バイバイ。はい、どうもゆきです。パワポケ10メインストーリー実況続きやっていきましょう。今回2年生のところまではいけるかな。ちょっとね、驚愕になるところとかがあるので、楽しみにしながら行きたいと思います。それでは行きましょう。よーし、1年生ども集まれ。お前らちょっとテストしてやる。へい、まずはゆき、お前からだ。へい。走塁テストとか守備テストとかもね、いいんですけど、まあ、やっぱ打撃かな。オッケー。このぐらい打ててればいいんじゃないの。うむ。よし、次は2だ。あ、めっちゃいい感じ。さて、いよいよ冬休みだ。所属する部によっては入学以来初めて家に帰ることになる者もいると思う。おいらたちでやんすね。そこで一応念のために言っておく。冬休みは2週間だが、早めに学校に帰ってきてもいいんだぞ。おいおい、どうして好き好んでこんな窮屈な学校に早めに帰ってくるんだよ。おいら絶対に休み期間ギリギリいっぱいまで帰ってこないでやんす。ただいま。まあ、お帰りなさい。それにしてもこの子は帰る前に連絡ぐらい入れなさいよね。で、学校はどうなの？まあね。そして、しばらく見ないうちにしっかりしたわね。え、俺が？さすが全寮制の学校は違うわね。規律が身についたってことかしら。まあ、自分でやんないといけないからな。ふな。はは。久しぶりにテレビでも見るか？あれ？こんな芸人いたっけ？どうしてみんな笑ってるんだ？まさかさっきのはギャグ？母さん、この変な番組は何？ああ、これね。大人気なのよ。視聴率もとってもいいんですって。学校じゃバラエティ番組なんて全然見なかったから。エロ本は読んでんのにな、こいつは。あら、そうなの？さすが真面目な学校ね。そして。ふぅ。困ってる。俺、家に帰ったんだよな。あ、ゆうきくんでやんすか？二田くんどうしたんだい？おいら、年が明けたら早めに学校に帰るでやんす。君もか。なんだか家が落ち着かないんだろ？そうなんでやんす。どうせ学校に戻れば続きが見られないと思ったら、アニメもドラマも漫画も見る気がしないのでやんす。何より何もしなくていいのがものすごく辛いでやんす。ベッドに入っても眠れないでやんす。しょうがないよな。俺はとりあえず外で素振りでもして疲れてから寝るよ。おいらもそうするでやんす。新設高校の教育は実際効果はあるのかもしれませんね、こうしてみると。はい、そして年明け。ああ、正月だ。早く学校に戻ってボールを磨きたいな。ああ、また大神電機の株が上がってる。去年のうちにどうして買っておかなかったんだろう。これからも上がるよ。あなた、せっかく子供が久しぶりに帰ってるのに新聞なんて読んでる場合じゃないでしょ。いや、そう言われてもなあ、コミュニケーション取れてないんですね。ちょっと出てくるよ。そして、なんだか家に居づらいな。はいはい、おみくじあるよ。射的おみくじあるよ。おみくじ？景気づけにちょっとやってみるか。このおみくじ割と楽しいんですよね。こうやって待ってると奥から出てきて、で、その奥にはホルヒスとかもいて、イタチとかもいてっていうね、これ結構楽しいんですよ。好きなんですよ。これさ、ホルヒスもイタチも両方取っちゃったんだけど、この場合ってどうなんの？イタチの的に当てたので景品がもらえます。ホルヒス人形の的に当てたので両方ともセットですね。ハッピーセット。呪いの人形よく飛ぶバット。呪いの人形いらねえなー。全然いらねえなー。じゃあ行ってきます。もうちょっと家でゆっくりしていけばいいのに、すっかり真面目になったわね。そして、
さあ練習漬けの毎日に戻れるぞ。バス停は出た。あ、そこにいるお前は天道。君は誰だっけ。お前のライバルだよ。ライバルいっぱいいるからな。また自称ライバル。もういい加減にしてよね。まあ若菜そう言うなよ。で、君も俺と勝負したいと。一級勝負でいいかな。いきなりなんだこいつ。でもいい機会だな。俺だって毎日練習してるんだ。ああよろしく頼む。じゃあ君、俺のボールを受けてくれ。なんだって。一球勝負って言ったら、普通は片方が投げて相手が打つんじゃないのか。でもここにはボールを受けてくれる人がいないじゃないか。勝ち負けは俺のボールを見て君が決めるといいよ。あ、なんだそりゃ。はいはい、このミット使ってね。おい。さあ投げるよ。取れなかった。嘘だろ。なんだよこのスピード。あ、取れなくても気にしなくていいよ。俺のストレートはうちの学校でも取れるやつは少ないから。もう気が済んだ。じゃあミット返してね。あ、くそ、絶対に負けないぞ。今日のは素直な人でよかったな。あれ、誰だっけ。今の人なら名前は聞いてないわよ。前言ったやん。あ、そうか、悪いことしちゃったかな。どうせその他大勢なんだから気にしなくていいんじゃない。いや、これムカつくな。それもそうだな。よし、コンサートに行こう。そして、あ、ちくしょうちくしょうちくしょう。勇気のやつ妙に練習に気合が入ってるな。実家に帰ってる時に何かあったんでやんすかね。いや、これは悔しいでしょ、マジで。よし、1年生ども集まれ。お前らちょっとテストしてやる。はい、ここも打撃で。まあ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 、セーフじゃない？使えるな。よし、次は2打。オッケー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 。おい、勇気。あれ、キャプテン？今のキャプテンは来そうだろ。俺はとっくに引退したんだ。そこら辺間違いんじゃねえよ。えい。俺もいよいよ卒業してこの学校を去る。だがその前に思い出深いこの寮をきれいにしようと思ってな。へえ、いじめ先輩でもそういう気持ちになるんだな。というわけで掃除してもらおうか。は？何が歯だ。現役のお前らが使っている寮をきれいにしなくてどうするんだ。とりあえず雑巾がけ用意。はい。もうキャプテンじゃないから言うこと聞かなくてもいいんじゃない？でね、これがね、意外と難しいんですよ。このミニゲームが。まあ、連打していけばいいんですけど、ゴキブリをあえて踏むとね、スピードアップするっていうことで、まあ、ゴキブリに出てきていただきたい。むしろね、パワーポケといえばゴキブリみたいなところもありますからね。6のゴキビューンしかり。あー、で、ここは取っていくけど、オッケー。なるべくゼニも取りつつ、はい、取りつつ、ここは中央を攻めていきたいところ。間に合うか？はい、オッケー。なんで雑巾掛けでゴール目指してんの。なんで雑巾掛けがレースみたいになってんのって話なんですけど。よーし、よく頑張った。はい、これで俺も気持ちよく卒業できるってもんだ。ユキ、死ぬ気で練習しろよ。どんなに後悔したって負けた後からじゃあ取り返しが効かねえんだからよ。ありがとうございました。最後のセリフだけはちょっと刺さりましたね。ユキくん大変でやんす。なんだよニダくん。それより今まで練習サボってどこにいたんだ。今日は精鋭の試合の日でやんすよ。あ、テレビでやってたのか。天道の活躍なんて見たくもないけど、後でビデオをチェックしておくよ。いや、そうじゃなくて、精鋭が1回戦で負けちゃったんでやんす。え？まさか天道が打たれたのか？いや、その前の投手が打たれて。天道は無失点だったでやんす。それは残念だな。天道の情報を集めるチャンスだったのに1回戦でいなくなってしまうなんて、てか普通にかわいそうだよな。は？ライバルとして相当意識してるでやんすね。いや、そんな負け方をしたのなら、次の大会からは間違いなく天道がリリーフじゃなくて先発してくれ。あー、なるほどでやんす。だから天道を打つために練習しないと。ゆきくんは本当にあの天道のライバルのつもりなんでやんすか？困ったもんでやんすね。やる気のあるのはいいことだよ。天道にライバルって言っちゃったし。本人に言ったんじゃないでやんすよ。あれはゆきくんは勝手に言ってるだけでやんす。なんだって？じゃあ単なる自称かよ。ついていけないでやんす。もう評判下げんなよ。一応ライバル意識あるんだから。いよいよ新学年だな。来年になればまた寮の部屋は決め直しだ。だからお前らと同じ部屋になることはまずないだろう。よかった。一年間お前らと過ごしたが、まあなかなか楽しかったぞ。こっちはもう二度とごめんだよ。来年はお前らも上級生だ。後輩とうまくやれよ。もうじき毎晩のマッサージや先輩のいびきから解放されると思うとほっとすんな。ああ、そうだ、新入生が来たら忘れずに部費としてペラを集めておくんだぞ。はい。ん？そういえば部費って一体誰が会計をしてたんです？誰も管理なんかしてねえよ。あれは上級生が同室の後輩からもらうボーナスみたいなもんなんだ。あ、え？いいか、全部自分のために使わず少しはドリンクとか買ってベンチに用意しとけよ。はい、そういうことだったんですね。 でも今年はオイラたちがペラをもらう番でやんす。あー、そうだよな。でもこれでいいのかな。悪い文化ですからね、明らかに新入生から奪うっていうのは。さて、君たちがこの学校に来て今日で1年になるわけだが、ここで重大な発表がある。ん？今年からこの学校は男女同じクラスになる。やったぜ。
どういうことでやんすか。おいおい落ち着けよ二田くん。理事長校長先生我々教師での会議の末に決まったことだ。誠に残念だがいいじゃねえかよ。残念どころか大歓迎でやんす。ついに春が来たでやんす。2年生のクラスは外に張り出されているので自分の教室に向かうように。そしてで今年も大河内先生のクラスか。またか。今年もあんたと同じクラスでやんすか。いいだろ別にそこは。というか単純にクラスを半分に来ただけだよな。全員男は知った顔じゃないか。しかし今からここに女子高生が来るんでやんすよ。 JK がね、女でやんす女言い方よ。言いたいからやめろって。テンション上がってんな。二田くん落ち着けよ。あ、今から女子生徒が教室に入るぞ。ついに来るでやんす。ていうか一人一人入れんの何なの。品評会なの。うわでかい。大江よりも頭一つ分は背が高いでやんす。あ、どうも大江です。なんでやんすかあの電柱女は。190近くあるな。やれやれ大江のやつまた背が伸びたな。それと俺から目をそらしてよな。ちょっと知り合ってますよ。もう新庄シアンだ。男子諸君よろしくな。今度はヤバそうな人でやんす。あの白い服は監督生だな。成績優秀者だ。あー直っち、私の名前は高階直です。何か面白い話やネタがあったら教えてくださいですよ。なんか新聞部っぽいでやんすね。でもこの学校って運動部だけだから文化部はないはずだよ。お約束としてはあいつに秘密がバレたら次の日には広まるパターンだな。ありそう。浜野あかりです。それと私は男が嫌いなので絶対に近寄らないでね。性格の悪そうな女でやんす。なんだかおいらに春は永久に来ない気がしてきたでやんす。天月鈴。おお、この子はレベル高いでやんすよ。いいでやんす。驚愕最高でやんす。大丈夫かな。てかお前が女子のレベルとか言える立場じゃねえだろ。いいか、この中に新入生が来て監督のお話だな。今年もいっぱい来たでやんすね。去年も同じ話してたでやんすね。演じはどうした。ありがとうございます。おい、そこのどうして黙ってる。俺長い話聞くの苦手なんすよ。途中から寝てました。引田浩二が中学で試合中に乱闘事件を起こして精鋭高校への進学を取り消されたそうだな。あれは相手が先にやったんす。俺は悪くないっす。どうだかな。その反抗的な態度に見合う実力があるかじっくり見させてもらうぞ。そしておお、なかなか早いな。きっと中学生の頃から公式の練習をしていたんでやんすね。まあ、あの精鋭高校に推薦入学の予定だったらしいでやんすからこのくらいの力はあるでやんす。どうです監督。ああ正直がっかりした。え、お前もなかなかのものだとは思う。だがお前にとって運の悪いことに去年俺は精鋭高校の天童を見た。あれに比べればお前の実力はそんなに大したことはない。天童、中学の時一遍試合しましたよ。まあ確かに騒がれてましたけどその時の印象だと俺の方が上です。いいね。そうか、ならその大口に見合うだけの成長を期待するぞ。まあ見ててください。監督相手にあの態度でやんすか。まったくとんでもない新入生だな。そしてあれ、今年も二田くんと同室。また一年間一緒でやんすね。同室はあと一年生が一人だけでやんす。三年の先輩がいないのはいいんだけど一年生が一人だけなのか。まあその一年生に頑張ってもらうしかないでやんす。いじめやん。マッサージとか洗濯からようやく解放されるでやんす。ジェース。え、お前が同室の一年なのか。いや、そうみたいっすね。一年間よろしくお願いします。ああ、ゆきくん、ここは同室の先輩としてガツンと一発かますでやんす。よーし、やってやるぞ。それじゃあこの学校と野球部と寮生活の先輩として俺がお前に社会勉強させてやろう。別に結構です。え、いやー、そう言わずに、わからないことがあったらその時聞きますから。それじゃあ俺はランニングに行ってきますから先に寝といてください。え、いきなり今日から。先輩何言ってんすか。甲子園の戦いはもう始まってんすよ。あれと1年間同室か。前途多難でやんす。大変そうっすね。あ、そうだゆき先輩、今日クラスでペラってもらったんすけど。あ、そうか。じゃあ野球部の部費としてあげませんよ。え、同じクラスのやつが同室の先輩にペラを巻き上げられたっつんで俺調べたんすよ。監督によるとそんなものは必要ないってことでした。あ、いや、そうじゃなくて、あー、それと俺雑用もやりませんから自分のことは自分でどうぞ。ふざけるんじゃないでやんす。ふざけてません。じゃあそういうことで。すごいな、こんだけ先輩に囲まれててあんだけ言えると強いな。あれと1年間同室でやんすか。前途多難だな。おい、ゆうき、お前何やってんだ。見ての通り選択です。同室の1年生はどうしたんだ。いや、それが雑用は絶対にやらないって。やれやれ、お前は情けないやつだな。最初にガツンと言わないからそういうことになんだぞ。えい、しかし後輩のそんな姿を放っておくわけにはいかんな。で、その1年は誰だ。ヒッキーです。あのクソ生意気なやつか。じゃあそいつを教育しないとな。部活の後で呼び出すか。へへへ、楽しみです。よし、早速計画を実行だ。そしてボコられた。闇討ちだったらもうちょっと上手にやってくださいよ先輩。かっけえな。北野先輩どうなってるんすか。そりゃあくまでもお前らの問題だしな。
問題になった時に責任は取りたくないし。お前たち何を騒いでるんだ。あ、キャプテン、実は引田の奴が上級生の世話をしないらしいんで対策を。ああ、あいつか。練習でも他人の言うことを聞かない全く困った奴だ。だが気長にコミュニケーションを取るしかないな。そんな悠長な。あいつが試合中に喧嘩して推薦を取り消されたって聞いただろ。その喧嘩の相手はな、倍ぐらい体重のある乱暴な奴だったらしい。は？で、最初に手を出したのは相手の方だったらしいが、いざ喧嘩になると、みんなで取り押さえなきゃいけなかったのは引田の方だったらしい。まあ、頭に血が昇ると、抑えの効かない性格なんだろうな。だから力で抑えつけても無駄だ。しょうがねえ。ゆうき、引田のことはお前に任せた。最悪だよ、こいつ使えねえな、北野。今年の自治会長に選出された新庄だ。誠心誠意この学校のために励むので、全校生徒諸君も協力よろしく頼む。終わりでやんすか？これはまた短い全校放送でやんすね。助かる。今のはうちのクラスの新庄か？そうだよ。自治会長ってよその学校の生徒会長みたいなもんだけど、監督生の中から選ばれるらしいぜ。ほーん、自治会？あんまりどういう活動してるか知らないな。うちの学校は学校の力が強くて、行事や部活動の予算に自治会の権限なんてないからな。じゃあ何してんだ？監督生のリーダーだよ。風紀の監視、ペラの募集、校内パトロールに設備の回収。働き者だな。お前らは部活ばっかしてるからあんまり知らないだろうけど、あいつらうざいんだぜ。まあ、でもシアン可愛いから。何か張り出してあるぞ。どれどれ。恋愛禁止令？自治会が新しいルールを作ったみたいでやんすね。男女生徒がみだらな行為を連想される行動を取ったらペラ募集または無償奉仕活動だって。みだらな行為でやんすか？しかもそれで無償奉仕活動。なんか興奮するでやんす。具体的に書いてあるぞ。学校内で理由もなく手を繋いでいるとか、教室に二人きりでいるといけないらしい。ええやろ、そんぐらい。おいらの想像もいけないことになりそうでやんす。二田くん落ち着け。しかし窮屈だよな。多少のことぐらい多めに見ろよ。ほんとだよ。そういえば、特別反省室の話は聞いたでやんすか？いや、何それ。校則にたびたび違反した者は特別反省室に送られて、そこで洗脳され、従順な生徒に改造される。なんだこれは。たわいもない噂です。監督生を使って意図的に流しています。まったくバカなことを。いたずらに校内を混乱させるだけだ。少々資料が足りませんでした。そして、特別反省室の件は根も葉もない噂だ。絶対に信用しないように。否定するということは、むしろ怪しいでやんす。これでよし。大河内先生より、シアンの方が上手ですね、これ。浜野さん、あなたまさか新庄さんに話してませんよね。当たり前じゃない。私も驚いたんだから。すると偶然ですか。まあ真実を隠すにはむしろ都合がいいかもしれませんね。実在するんですね、この部屋。今日は平面高校と練習試合だ。強い相手じゃないが気を引き締めていけよ。はい。よし、今日はバッチリ活躍して監督にアピールだ。おい、ゆうき。なんです、北野先輩。お前2年のくせにスタメンとか狙ってないよな。え？あ、間だだ。ああ、わりわり。思わず足を踏んじゃったよ。じゃあ試合頑張ろうぜ。もういらんことしかしねえよ、この男は。本当によ。試合出れるかな？どうなんですかね。はい。新設高校対平面高校ということで。なんか、めっちゃギリギリで、13回で勝ちました。どういうこと？よし、勝った。俺は1打数、まあ、1回しか出てないからな。まあ、こんなもんだろう。まあ、相手は弱小校なんだからもっと頑張ってほしかったかな。そんな甘々のねぎらいの言葉をかけてもらえると思っているのか、貴様らは。相手はヨレヨレの冗談半分で野球やってるとこだぞ。こんな点数で勝って嬉しいのか。恥を知れ、恥を。ひでえな。相手のチームがまだすぐそこにいるのにそんなこと言っていいのか。ともかく今日は全員で、もう、特打ちだ。全員が倒れるまでやるぞ。わかったな。はい。試合に勝ったのでペラが支給されました。ありがたい。この辺から結構ペラ手に入るようになるからね。今日の練習試合の相手は地区の優勝候補筆頭の誠英高校だ。全員相手チームの情報は頭に入ってるな。はい。相手チームっていうよりも、あの天道が打ち崩せるかどうかが鍵なんだよな。ゆうき、はい。お前には期待してるぞ。マジで？超高校生級だなんて言っても、ただの学生に過ぎないということはあの天道に教えてやれ。はい。ゆうきに期待してんの？天道、監督何ですか？今日は練習試合だからな。まあ、怪我に注意して気楽に行けよ。はい、わかりました。もう気楽に行くな、こっちは命がけなんだからよ。はい、親切 VS 精鋭ですね。やべえ、すごい。ちょっと待って、コールド勝ちしてんだけど。3回で新設高校勝ってんだけど。でも勇気に期待してるって言って監督勇気出してくんなかった。こんなことある？こんなことある？あの言葉は一体。よし、勝った。もうあの精鋭に勝ったぞ。これは今年はいけるかも。いやいや、ここで甘い顔はいかん。おいお前たち、今日精鋭に勝ったからといって喜ぶのはまだまだ早い。どうやら練習試合ということで連中は本気を出していなかったようだぞ。え？
確かにオイラたちが勝てるのはなんかおかしいと思ったでやんす。ああ、いかん。ああ、しかしながら油断していた精鋭を叩きのめしたのは実に気分が良かった。次は全力で来る精鋭をやっつけるぞ。はい。試合に勝ったのでペラが支給されました。今日は調子が悪かったのか？すいません、監督。ちょっと緊張感が足りませんでした。まあ、バカすか打たれたからね。精鋭高校の天道ともあろうものがそんなことではいかんな。これからは練習試合で待っても全力を出せ。はい、監督。もうスローボールしか投げなかったんじゃないかぐらいの結果でしたね。それでは夏の大会のベンチ入りメンバーを発表する。いよいよだ。まず1番、上白。2番、菅。オイラの名前はあるでやんすか？6番、木曽。7番、越後のやつスタメンだ。すげえ。先起こされたでやんす。19番、田島。20番、勇気。以上20名だ。試合出してくんのかと思うに。やった、ベンチに入ったぞ。そして、おめでとうでやんす。オイラの分も頑張ってほしいでやんす。あ、任せてくれ。おい、ゆき、これ片付けといてくれ。はい。そして、よし、頑張るぞ。あー。そして、寮の横手に積んであった箱の山が突然崩れてきた？はい。とにかく全治3週間です。大会は諦めないといけませんね。そんなー。おい、ゆき、お前の実力は俺が認めてるんだ。甲子園に行くことになったら改めてメンバーを選出する。今は辛いだろうが焦らずにちゃんと怪我を治せ。はい。代わりのメンバーには北野先輩が選ばれました。もう北野嫌い。今回ここまでにしておきましょうか。ご視聴ありがとうございました。ここからね、まあ、大会が終わって3年目というか、主人公たちが中心の物語が始まっていくので、次回楽しみにしておいてください。じゃあよければチャンネル登録、高評価お願いします。バイバイ。はい、どうも、ゆうきです。パワーポケ10メインストーリー解説実況続きやっていきましょう。さあ、2年目になりました。怪我を早速しています。ここから進めていきたいと思います。地方大会で順調に連勝していた新設高校だが、今日は地方大会の3回戦だ。相手のチームはテッサ高校か。トラウマ。おいらも偵察に行ったでやんすけど、どうってことのない弱小チームでやんす。はーい、みんな。試合頑張ってくるのよ。ようこ先生。服装が茶色い。はーい。なんだあいつら、女の監督にガキみたいな素直な選手かよ。新設の学校で生徒が1年生しかいないらしいですよ。女の監督？プレイボール！なんだこの超スローボール。ハエでも止まってんのかよ。これでよくキャッチャーまで届くな。あれ？ボテボテのゴロでやんす。タイミングが合わないんでやんすかね。あ！これはまずい。まずいぞ。キャプテン！ああ、わかってる。電動対策にひたすら速球を打つ練習をしてきた俺たちにとって、このスローボールは最悪だ。くそ。あの監督、沢井陽子だ。結婚して名前が変わってて気づかなかったぞ。誰なんです、その沢井って。昔何度もチームを甲子園に送り込んだ名物監督だ。極悪高校の頃はね、野球のルールすらわかんなかったし、ノックするときにテニスラケットで打ってたんですけどね。ここしばらく噂を聞かないと思ってたらこんなところにいやがった。そして、そんな、負けてしまった。まあ相手チームの方が一枚上手でしたね。なんだって？だってそうでしょ。天道のいる地区のチームならどこだって速球を中心に練習してきてるじゃないですか。そこにあれだけ遅い球とゴロに強い守備を持ってこられたら間違いなく地区大会で上位に行けますよ。卑怯だ、ずるい。そんなのフェアじゃないぞ。勝つためにルールの中で努力するのはフェアっすよ。それとさっきの先輩のセリフ、まさしく負け犬の遠吠えってやつですよね。うるせえ。お前言い過ぎだぞ。二人ともやめるでやんす。そして俺たち三年生は今日で引退する。無念だ。先輩たちの無念を晴らすどころか、精鋭に再戦することも叶わず伏兵にやられるなんて。木曽先輩、ゆうき、次のキャプテンはお前だ。はい。え？試合にすら出てないのに。怪我で出られなかったとはいえ、お前の実力は俺もわかってる。この野球部を任せるのはお前を置いて他にはいない。先輩、俺たちの果たせなかった夢を実現してくれ。まあ、期待はしている。何しろ自称とはいえ、あの天道のライバルだからな。精鋭を倒して甲子園に行けよ。はい、わかりました。任せといてくれよ。まったくお前がキャプテンとはな、奇想も水凶なことをする。監督、どうしてこんな場所に崖に落とすんすか？他の場所だと誰かに聞かれるかもしれないからな。お前、秘密が守れるか？え、いや、ちょっと無理っす。口が硬いのと秘密が守れるというのはちょっと違うんだ。今から俺が話す二つのことはメモに書いてもいけねえし、寝言で喋ってもいけねえ。二度に聞かれそう。どうだ、できるか？はい、やります。お前な、今年の一年どう思う？全然ダメっすね。そうだ、わかってるじゃねえか。俺はこれでも教育者の端くれだ。そういえばそうだったな。だからこんなことは言いたくない。だが同時に戦いを指揮する者として現実を見なきゃいかん。今年の一年は引き体外全員外れだ。ああ、やっぱり。でもどうして？天道だよ。あの天才のおかげで優秀な奴は精鋭に行き、その次のランクの連中はほとんどが別の地区の学校に行った。おまけにうちは直接対決で完璧にやられたからな。こんなところにまで奴の影響が。
いいか、一年坊主どもにこのことは絶対に言うなよ。だがキャプテンとしてチームの現状は把握しておけ。はい。で、もう一つの秘密は、さっきの話に関係があるんだが、来年の入学生な、野球部の OB 連中に動いてもらって優秀なやつを何人かスカウトしている。すげえ。お前ガンバーズって知ってるか？知ってる。パワポケダッシュ。確か少年野球のチームですよね。伝説の野球チームだ。そこの黄金時代を築いた主力を一人うちに引き込めそうだ。黄金時代になってる、あいつら。伝説になっとる。それはすごいですね。でも少年野球と高校の硬式野球は全然違いますよ。まあな。だが打てる手は全部打っとかないと、俺たちは正の黄金時代の当て馬で終わっちまうぜ。頑張らないといけないな。それとユキ、キャプテンをやるなら非常になれ。友人だとか気に入らないとかそういうことは申し込むな。要は試合で勝つことが全てだ。はい。いやー、キャプテンになるとね、この監督の考えとかも見えるからちょっと熱いんですよね。聞いたでやんすか？ああ、精鋭が3回戦で負けたな。押し出して。その前のエラーも痛かったでやんすね。打線の援護もなく。まあ自分で打てばよかったんでやんすけどね。4番でエースの天才でも何でもうまくいくわけじゃないよ。あいつこのまま3年間優勝できないといい君でやんす。この大バカ野郎！なんでやんす？いいか、大事なのは精鋭が負けたってことなんだ。天道は無敵じゃない。俺たちにだって倒せるはずだ。そんなこと言ったってあっちは才能に加えて最初から高度な練習をやらせてもらってるでやんす。おいらたち凡人は来る日も来る日も玉磨きにグラウンド整備でやんすよ。それは監督に贈り物を送ったからなんとかなった。ますます差が広がってるでやんす。エリート様にはかなわないんでやんす。それなら、あいつよりも努力するまでだ。監督が去年言ってただろ。俺たちの価値を世間に認めてもらいたきゃ。勝つしかないんだよ。熱いな。いいな、キャプテン。言うだけなら誰でもできるでやんす。ここで結果を出してこそ熱さがあるでしょう。そして、やれやれ、急がないと学校に戻る前に日が暮れちゃうよ。他校の偵察は大事かもしんないけど。あ！わ、イチャイチャしてる。また天道とマネージャーか。おいおい、無視かよ。え？あんたどれだっけ？お前のライバルだよ。ほら、練習試合でお前に勝っただろ？覚えてないなぁ。練習試合なんて勝ち負けよりも調整みたいなもんだし。お前が覚えてなくても俺は覚えてるんだよ。放っておきましょうよ。ほら、天道くん。ああ、そうだな。甲子園、残念だったな。黙れ。お前みたいな奴に何がわかる。天道くんやめてってば。わかな。はいはい、ミットね。いや、バットだ。え？さっきライバルだって言ったな。俺の球打てるのか。おぉ、打ってやるさ。ちょっと。まずいわよ。おぉ！いいね、いいね、熱いね。クソ、さらに速くなってやがる。無謀にも強心した度胸だけは褒めてやる。かすりもしなかったけどな。せいぜい楽しく野球をやってろ。ちょっと天道くんってば。クソ、絶対に負けないぞ。熱いんだよな、このルート。翌日。キャプテン気合入ってんな。まあ、自称天道のライバルでやんすからね。このね、パワポケ10は彼女イベントばっか結構、まあ、焦点当てられがちなんですけど、天道とね、ちゃんとライバルルート行くとめちゃくちゃ熱いんですよ、この話が。あ、来ましたね。これ、ライバルルートに入ってる時は 50% の確率で起きるんですよ。え？練習試合の交渉ですか？あ、それとキャプテンとして他の学校の練習も見てこい。そして。ああ、キャプテンって結構仕事が多いよな。その分外出もできんだけど。あ、天道だ。また女連れかやったわけ。ん？おう、天道。顔のサイズ違うな。勝負してくれ。あのね、こっちの都合も少しは考えてよね。試合で決着つければいいじゃない。は、こっちにも都合があってな。どう頑張っても来年の夏まで勝負できないんじゃ。あっそ。じゃあこのグラブをはめて。あ、グラブか。おい、何をする。グラブなんかいらんぜよ。お前の球がわしの後ろまで飛ぶことはないちや。なんだこの緊張感。一体どうなるんだ。おまわりさーん。え？ん？裏若き女性の助けを求める声。今参りますぞ。おい、あ、若な？ち、勝負預けた。逃げた。面白そうな展開だったのに。そして、はぁ、練習試合丁重に断られちゃったよ。一日無駄にした気分だ。あ、どうも失礼。うわ、お前はさっき天道に因縁つけてたやつ。おぉ、なんじゃなんじゃ。お前天道の連れか？いや、そういうわけじゃない。というか、ライバルだな。君も天道の自称ライバルか？自称ライバル？むしろ仇じゃな。仇？そして、中学の時に初めて天道と対決したのか。それでどうだったんだ？恥ずかしいが、まっこと乾杯じゃ。その日以来、あいつの投げる球が目に焼き付いてしもうたがじゃ。おまん、野球は楽しいが？改めて聞かれるとどうなるのかな。答えに困るな。まあ好きだと思うよ。俺はな、天道の球を見てから野球を楽しいと思ったことはないな。え？苦しくて辛いことばっかりじゃ。それでもあの男がマウンドの上で崩れ落ちる姿を想像したら、どんな厳しい練習にも耐えられる。あいつが鼻水垂らして泣きおるのを想像したら、大嫌いな野球もこらえられる。
あやかしいこと言うてすまんな。まあ天道を倒そうと思っちょるんなら、オーマンとわしは競争相手じゃ。どっちが先にあいつをマウンドに這いつくばらせるか競争ぜよ。あ、そうだな。俺は勇気だ、よろしく。わしは天下無双学園の岡田じゃ、超強いやつ。ちゅうてもわしの学校は昆虫じゃないきに、おまんの方が有利じゃの。あ、先にやらせてもらうよ。そうしてくれりゃ、すぐにでも野球なんてやめてやるんじゃがな。それじゃあな。あいつ、天道を倒すためだけに野球を続けてるのか。つくづく天道ってやつは罪作りだな。今日は秋季大会の1回戦だ。2だ。今日のチームはどんなところだ？はい。お勉強のついでに野球をやっているだけのお遊びチームでやんす。そうだ。ではなぜそんなチームと試合をしなくちゃならない？キャプテン。はい。シードではないからです。その通りだ。今の俺たちはその程度に見られてる。要するに舐められとるんだ。悔しいか？はい。相手校には悪いが、二度と野球をする気が起こらないぐらいペチャンコにしてしまえ。行け。はい。なんだか相手の新設高校って名前の割には殺伐としてるんだな。お手柔らかにしてほしいな。じゃがいも高校大変そうっつが怖いだろうな、普通に。オッケー、無事勝利。まあ、勇気は打ってないんすけどね。やった、勝ったディアンス。勝って当たり前だろうが、このアホタレ。この程度の相手に勝って喜ぶな。今日の試合反省材料は多いぞ。ドットと学校に帰ってミーティングだ。はい。いいね、熱血だね。ブッブー、ブッブー。運転楽しいな。タクシー高校ね。運転技術を専門的に勉強して就職率 100% だそうでやんす。ちなみにフォークリフトやレーシングの授業もあるそうでやんす。へえ、面白そうだな。何をくだらないことを試合前に喋っとるんだ。たるんどるぞ貴様ら。そんなことよりも相手チームのデータは頭に入ってんのか？はい。よし、それじゃあぶっ殺してこい。はい。いや、教育者だぞ、お前一応。オッケー、勝ち。今回はちょっと打ちましたと。はい。ああ、やっぱり世の中不景気だな。さて、今日の試合だが、ハラハラさせんじゃねえよ。この程度の相手なら一方的に押し切れ。こんなところに苦戦するようなら甲子園なんて夢のまた夢だぞ。ああ、よし、帰ってミーティング。はい。疲れてきてんな。翌日、ゆき、次の試合からテレビ中継があるらしい。え、そうなんすか？とりあえずお前の名前の読み方を正確に気に。ああ、これは一応、まあ、ふざけずに、うんことかふざけずに、ここは勇気にしておきましょうかね。気が、ありました。これなんか、ボタン配置というか、日本語の配置変だよね。オッケー、ウグイス音声設定完了。ついに生徒公式戦で戦うことになるのか。ライバル宣言してから長かったでやんすね。いいか、みんな聞いてくれ。天道は春の練習試合で一度は打ち崩して相手だ。もう一度、あの時の屈辱を味合わせてやろうぜ。おう！あの野郎なかなか言うじゃないか、熱いね。今日勝てば甲子園でしたね。ああ、そうだな。相手は新設高校って学校ですか。お前は相手のチームのことなど気にしなくていい。キャッチャーのサイン通りにやっていれば間違いはない。はい、わかりました。要するにいつも通りっすね。おい、天道。ようやく勝負できるな。ん？どこかで会ったっけ？覚えてなくていいよ。帰る時には忘れられなくなっているからな。いや、かっこいいよな。これ男らしいよな、主人公。バカだけど。オッケー、勝ち！まあ、リセットしたんすけどね、何回か。オッケー、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 オッケー。やった、勝ったぞ。甲子園、甲子園でやんす。お前ら、ついにやりやがったな。あ、おい、こら貴様ら、何を浮かれ騒いでおるか。え、でも甲子園。だから貴様らはダメなのだ。試合はまだ終わっちゃおらん。挨拶とお礼をきちんと済ませてから喜べ。あ、はい。あれ、なんか向こうのベンチ騒いでるでやんすよ。あっちのチーム、試合終了直後に誰か怪我したみたいだぜ。どうしたんだろうな。まあ、とにかく整列しておこう。天道がですね。おい、天道しっかりしろ。翔馬どうしたの？あの天道が、惨めなざまをさらしてる。あの天道が俺に撃たれたんじゃなくて。最高、最高だ。最高に最低で最低で最高だ。覚えている、勇気。嫌いな野球をする意味が今日新しく生まれたぞ。やばい、ロックオンされた。ただいま。あら、お帰りなさい。甲子園に行くんですって？まあ、よかったわね。うん。おめでたいのはいいけれど、学校に寄付金とか納めなきゃいけないから大変なのよ。大変なの、そりゃ。あ、そうなんだ。そして。あ、ゆうきくんでやんすか？にだくん、そろそろ電話してくる頃だと思ったよ。やっぱりおいらは野球部が一番落ち着くでやんす。思えばあそこがおいらの故郷でやんす。年が明けたら一緒に練習しような。仲良くなっていってる。明けましておめでとう。ああ、おめでとう。それでお前、学校はどうなんだ？うん、まあ頑張ってるよ。あなた、甲子園に行くっていうのに頑張ってないわけがないでしょ。間違いない。それよりあなたの方が頑張ってほしいわ。かわいそう。あなたの稼ぎが少ないから寄付金だって大変なんですよ。そんなこと言うなよ。今の世の中、給料が下がらないだけでも実に大変なんだぞ。ちょっと外に出てくるよ。気使うな。ああ、早く学校に戻って野球の練習がしたいな。はいはい、おみくじあるよ。射的おみくじあるよ。あれ、今年もやってるよ。今年の運勢を占ってみるか。
さて、去年はね、ホルヒスとイタチを両方取ってしまうっていう珍事件が起こったんですけど、ちょっと去年カットしちゃったんで、今年は見ていこうかなと思い、クソ外した。もう一発、このチャンスに一回ホルヒスは取っちゃいたいが、イタチ2のホルヒス1、あったっばやったやらかした。まずいまずいまずい、イタチが2個もある。これはさすがに良くないっすよ。ちょっと待って。ホルヒス。ホルヒス。オッケー、オッケー、ホルヒスは取った。結果、オバキューは取れなかった。今年も去年と同じく、イタチとホルヒスだな。イタチもホルヒスもそんな両方ともいらん。歪んだバットとよく飛ぶバット両方手に入れたってどうなんのこれは。処理的にはどうなるのこれ。え、歪んだと、あ、よかったー。よく飛ぶの方になってますね。じゃあ行ってきます。すっかり立派になったわね。手がかからなくて私も楽ね。そして、去年ここで天道と会って、あいつの球を初めて見たんだよな。あの時はあいつに勝てるなんて夢にも思わなかったな。あれ、岡田？えへへ。ゆうきくん甲子園出場おめでとう。悪いな。天道なら俺が先に倒したぞ。確かにそうじゃな。じゃあから今の俺の標的はお前じゃき。え、俺？夏の甲子園で会おうが、それだけじゃ。おい、ちょっと待てよ。まさかそれを言うためだけに待ち伏せていたのか？暇か？ん？まあ、ここにテントがあるじゃろ。電車の時間も決まってる気にそれほど大変でもないがじゃ。俺がもう2、3日実家でのんびりしてたらどうするつもりだったんだ？ああ、それはない。甲子園に行くような奴がのんびり実家で過ごすかよ。ああ、そういうことか。まったくお互い野球バカだな。アホかよ。お前みたいに野球が好きな奴と一緒にすんなよ。なんであいつ。いや、これで。岡田との因縁が生まれましたね。オッケー、じゃあ今回このくらいにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。次回は春の大会などやっていこうと思いますので、結構難易度高いですけどね。イベントしっかり皆さん見てください。じゃあよければチャンネル登録、高評価お願いします。バイバイ。はい、どうもゆきです。パワポケテンメインストーリー解説実況続きやっていきましょう。今回は春の甲子園に挑んでいきたいと思います。なかなかイベント見ようと思ってもね、普段だと難しいので、ぜひ楽しんでいってください。それでは行きましょう。楽しみでやんすね。おいおい、甲子園はもっと先だろ？何を勘違いしてるでやんす？来週の修学旅行でやんすよ。修学旅行？まあ無理もない。この男、先週の月曜に大河内先生がその話をしていた時、机に突っ伏して熟睡していたはずだ。そういや、昼休み後に説明があった時、野球部から戻ってなかったしな。こいつ授業受けてんのかな？え？知らなかったの？俺だけ？2泊3日のスキー合宿でやんす。間違いが起こるとしたらこのチャンスしかないでやんすね。間違えるしかないでやんすね。あんた間違いってね、間違い？ほほ、なんか事件の予感。万が一学校レベルの問題になったら独占取材させてくださいね。監督生としては健全であるべき我が校の生徒が問題を起こさないことを切に願うばかりだな。おお、怖。お前ら問題だけは起こすなよ。楽しみ。修学旅行1日目。しかしうちの学校にも修学旅行があるなんてな。まあ観光じゃなくてスキー合宿でやんすから、結局外部とはあまり接触できないのでやんすけどね。とはいえ、目的地には他校も修学旅行に来ているからな。他校の生徒と接触する可能性が高いから注意するように。はいはい、お堅い監督生さんもたまには楽しまないとダメですよ。はい、カラオケ。カラ？いや、歌はダメだ。レパートリーがだな。あれ、文武両道のシアンちゃんも歌は苦手なんですか？シアンちゃんで呼ぶ人少ないよな。これは面白いネタ発見ですよ。くならば演歌で行くぞ。父親の影響ですね。そして。おー、到着でやんす。ところで、二田くんはスキーの経験は？ないでやんす。でも、オイラは運動神経抜群でやんすから問題ないでやんす。すげえ自信。あら、ポロポロ。野球とスキーは別物でやんす。こそこそ。あれ？どこに行くんだ？わざとらしいぐらいこそこそと。正直に白状するでやんす。見つかったか。今日は場所を移しての P カード特別試合が組まれているのさ。なんなら二人も来るかい？もちろんでしょう。そして、こらお前たち何をしている？ P カードってゲームだよ。ペラをかけて。えい、そのような行為は禁止されてないぞ。ペラは禁剣じゃないってことになってんだろ。あれ？いや待て、何かがおかしいぞ。これがどんなゲームか知ってるのか？論理的なゲームだから自治会長様もさぞかし得意だろうな。それは私を挑発しているのか？面白い。まずルールブックをよこせ。完全な勝利というものを見せてやろう。扱いやすいな。これシアンだったりとか原田だったりとかが来るんですよね。で、イスズルートだったらイスズが来る可能性もあったりします。シアンにボロ負けしました。こいつめっちゃ強かった。まあ、でも2位になったからいっか。2位か。もう1回でやんす。もちろん、まだ夜は始まったばかりだよ。こうして夜遅くまで P カード大会は続くのだった。まあ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 。修学旅行2日目。昨日で滑れるようになった奴はこのエリアで自由行動だ。ただし間違えて隣のゲレンデまで滑っていかないように注意しろよ。じゃあ俺は自由行動か。力の限り滑ってみるか。おー、やるときは徹底的に。
あ、オッケーオッケー、体力余裕あったからね。その夜、それで夜中にこんな場所までやってくるなんて何事なんだ昨日の晩から下調べをしておいたのでやんす。実はこの位置から旅館の女風呂が覗けるのでやんす。そういうのって修学旅行特有の都市伝説みたいなもんだろ。いや、間違いないでやんす。ほら、この角度でやんす。おぉ！ってとっくに入浴時間は過ぎてるじゃないか。戻りますか。ん？陽子先生。いやいや、あれは監督でやんす。え、来てたの？気づいてなかったんでやんすか？おいらは午前中にスキーの特訓をやらされて、相手はどっかで見た人だな。私が印象に残っているのは、あなたが選手に笑いかけることです。最初は女性だからかとも思ったのですが、いやいや、私にはできませんな。生徒たちと同じようにあなたも緊張してるんですよ。生徒たちを信頼して試合を任せてしまえば、あとはこれまで教えたことをちゃんと実践してくれますよ。そういう点ではやはり私はまだまだ未熟です。怒鳴りつけることでしか教え子を動かせない。いえ、偉そうなことを申し上げてしまって。でも、どんなに他人に言われても結局は自分のできる方法で指導するしかありませんよね。まったくその通りですな。見つからないようにこっそり帰ろう。頑張ってんだね、監督も。そして修学旅行3日目。今日で学校に帰るのか。あっという間でやんすね。そして特に事件もなく事件起こせよ。おかんがする。あんまり張り切るからですよ。風邪ひいちゃったんすね。おーい、学校に着いたぞ。野球の日々が戻ってきた。ただいま。キャプテン、お土産は？そんなものは、ない。残念。今日は世間的にはバレンタインでやんすね。ああ、それであいつらが張り切ってんのか。いいか、お菓子メーカーの陰謀を我らの手で完全に叩き潰すのだ。いいじゃん、別に。無用な儀礼行為は断固粉砕。はい。シアン、あなた宛にチョコが、なんだと。あれは女同士の受け渡しもありなのか。やるな、お菓子メーカー。楽しそうだな。いいかね、いいかね。日本中に新設高校の質を広めてくるのだぞ。はい。頑張ってきてくれたまえ。はい。今日俺たちの分も頑張ってくる。髪の毛生えてる。はい。では生徒代表から一言。あー、諸君。長い。ようやく甲子園出発か。意外にいろいろ大変だったでやんすね。寄付金集めやら、応援団との打ち合わせやら、早く野球に集中したいよ。大変だな、実際こういうの。甲子園出るチームってみんなそうなのかな。いよいよ甲子園で試合か。眠れないな。よし、素振りでもしてこよう。みんな素振りしてる。あれ？お前たちもか。あ、当たり前だろ。やれやれだぜ。仲いいね。さてと、ほんじゃ甲子園なんですけどね、この立ち姿もかっこいいのですが、監督が地味にハゲが来てるのがね、ちょっと気になるところって話っすけど、行きましょうか。いよいよこれが俺たちの初めての甲子園だ。おいら緊張のあまりおしこちびりそうでやんす。なんじら有罪なり。なんでやんす、相手のチームは。裁判高校。未来の司法制度を支える人材を育成する超進学校だね。でもあんまり頭良さそうには見えない連中でやんす。まあ、あそこの野球部の選手は学校の知名度を上げるために日本中から集められたらしいからね。そんなことやってもいいんでやんすか？いいわけないけど、向こうの学校はバレなきゃいいって思ってるんじゃないの？そんな学校が未来の司法制度を支えるのでやんすか？確かに。まあ、身内に甘いのは。おいお前ら、つまんねえことぐだぐだ話してねえで、とっとと練習を始めろ。これはね、あまり言われすぎると、パワポケまた発売できなくなっちゃいますからね。はい、オッケー、勝ち。よしよしよし。やった、勝ったぞ。不当判決だ。控訴だっけ？控訴で合ってるよな。異議なんとかって言わないでやんすかね。もう結果は出ちゃったからな。てか会社が違うからな。さて、次の試合に向けてデータ収集と今日の反省ミーティングだ。次も勝つでやんす。2回戦の相手は正統派だな。大安高校は甲子園出場8回の名門校でやんすからね。パワポケ4の頃に出てた高校ですね。おいお前たち、まさか相手が名門校だからといって萎縮とかしてないだろうな。それなら大丈夫です。むしろ新設高校の恐ろしさを大安の連中に思い知らせてやりますよ。あー、ダルマガツさん。パワポケ4の時に相手校として出てきた人です。とっとと試合を決めてこいや。監督、もっとちゃんとやりましょうよ。備えのこと言われてもお前らがしっかりしとるから監督の出番があらへん。まあ適当にやってきいや。ここの立場が逆転してるのも面白いよね。さあ、大安高校です。オッケー、これも勝ち。よし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 。やった、勝ったぞ。名門校に勝ったでやんす。いいぞいいぞ。この調子だとまさか日本一。いかん、俺が上ついてどうする。監督どうしたんですか。バカモン。何です。つまりだな。どうにか不況の試合はなんだ、頑張ったのに。帰ったら反省ミーティング。はい。負けました。なあ、見とったで。監督は悔しくないんですか。お前らはええ子やからな。今日の負けでさらに強いチームになってくれるやろ。ほら、挨拶に行ってこい。はい。ほんま手のかからん連中やな。そこが迫力不足なんやけどな。難しいね、バランスってね。
俺たちは順調に大会を勝ち進み、ついに決勝戦に進出した。まさかこんなところまで来てしまうとはな。とんでもないところまで勝ち進んじゃったでやんすね。ところで、今日の相手チームだけど、ああ、超最強学園と書いて、グレイテスト学園と読むんでやんすよね。ふざけた名前でやんすけど、甲子園出場3回目の強豪でやんすよ。これもパワポケ4で出てきましたね。ほら、お前らボゲットすんな。ここまで来たなら、男なら日本一になれ。いいな、男になってこい。はい。フェニックススメラ登場。私は甲子園に帰ってきたぞ。今度は監督として帰ってきましたね。監督、まあ、東堂の弟、お前いきなり出てくんなよ。兄貴より数倍でかい顔してんだから心臓に悪いんだよ。顔でかすぎでしょ。それは悪かったでごわす。それよりさっきの発言でごわすが、ソフトボールの日本代表のひなとり選手の発言を丸パクリでごわす。これひなとりってパワーポケダッシュの頃の彼女ですね。これはオマージュなんだよ。こう言っとけばパクリじゃないからな。大人のヘリクスでごわすな。それより東堂の弟、お前が話すとベンチの酸素が薄くなるんだよ。しばらく黙ってろ。了解でごわす。今日の試合に勝てば日本一。私は甲子園に帰ってきたぞ。だからその発言は、シャラッ楽しそうだな、ここのコンビは。大人になっても。オッケー、優勝。勝ったぞ。日本一。日本一でやんす。はい、優勝ありがとうございます。いやこのシーンもねいいですよね。主人公がしっかりと上を見て、はい、効果が流れるんですけど、効果がね重いんだよな。ちょ、効果見てください。ぜひ、効果がさ重いんだよな。なんかこれ守んなきゃいけない効果って結構しんどいと思うんですよね。今の時代には合わないけど、でも昔は良かったんだろうなっていうイメージがちょっとこの効果を聞くと正直ありますね。はい、ただ優勝ありがとうございます。監督、やりましたよ。俺たち優勝しました。あ、そうだな、よくやった。監督がオイラたちを褒めたでやんす。やべえ、何かとんでもなく恐ろしい災害が起こるぞ。お前らな。だがよく覚えておけ。今日からお前たちは世間の注目を集めることになる。そのことの影響は今はよくわからんだろうが、まず学校に戻るまでは絶対に羽目を外さないようにしろ。はい。ここですね、なんか飲酒とかしてね、怒られたらやばいもんね。チェ、今日は負けたか。残念でごわす。で、次の試合は？ごわす？だからプレイオフの日程はどうなってんだよ。いや、大会はトーナメントでごわす。負けたらおしまいでごわす。あ？いつからそうなったんだ。俺の知らない間に変わったな。ずっと昔からそのルールでごわす。おかしいな。待てよ。すると俺たちが今日の試合で本当に負けたのか非常に疑わしくなってきたぞ。こんな監督でうちの高校は大丈夫なんでごわすかね。だいぶダメだと思うでごわす。あれ？今年はクラス替えなしか。居心地がいいからこのクラスでいいでやんす。そして、よく来た新入部員たち。この中に気楽で楽しい高校生活を、あの監督の話に怯えたのも今となってはいい思い出でやんす。そういえば、ガンバーズの黄金期を作ったとかいう優秀な奴が今年来てるんだったよな。確か、名前はマウス。あれや？え？あれか？なんだかちっちゃくて弱そうだな。そして、にゃあマウスくん。ああ、どうもキャプテン。君足が速いね。ガンバーズってチームにいたんだって？ガンバーズの話は、しないでください。え？試合だって先輩たちばかり活躍してたし、結局友達あまり増えなかったし、まあ、でも活躍してたけどな、マウスも。何も言わないでどっか行っちゃうし、ダッシュの主人公ですね。何の話だ？なのにどこへ行ってもガンバーズ。僕そんなに野球上手くないし、そんなに好きでもないのに。ああ、どうしてこんなことになっちゃったんだろう。そして、監督、あれはどうなってるんです？ああ、俺もちょっと驚いた。おい、いじめ、説明しろ。はい。キャプテン？なんだよ、今のキャプテンはお前だろ？いや、その髪型は似合わないっすね。マウスについてはあいつの中学に行って実際のプレイを見ました。間違いなく金の卵です。ただ性格的に問題が。ああ、それはすぐに分かった。だがそれには原因があるはずだ。実は野球部ではなく同好会で野球をやっていました。詳しい資料はここです。ああ、こりゃ参った。この資料キャプテンには見せられん。どうしてです？お前はあいつ自身から悩みを聞き出せ。あいつの事情を先に知っているとお前を信頼しなくなる。それにしてもこいつは引きたと違う意味で難物だな。勇気、何としてでもあいつの魂に火をつけろ。はい。
とりあえずマウスは俺の同室にしてもらうように頼んだけど、大丈夫かな？あれ？今年もゆきくんと同室でやんすか？仲良すぎでしょ。あ、そうなのか。今年もよろしくお願いします。わ、引きだ。お前も同じ部屋なのか？そんなに嫌がらなくてもいいじゃないですか。俺も随分丸くなりましたから少しぐらいは雑用やってもいいっすよ。いや、そうじゃなくて。こいつがマウスをいじめるとまずいな。僕この部屋ですか？ああ、そうだよ。大丈夫かな？僕こんなところで生活できるかすごく不安で。ああ、それなら。なに、俺たち先輩がちゃんと面倒を見てやっから安心するんだな。そうなの？よろしくお願いします。おう、出たホモルート。ちなみに俺は引きたな。なんだか妙なことになってきたぞ。あいつそういう趣味があんのか？マウスくん、あんたどうしてそんなに髪の毛が長いんでやんすか？え？どうしてって、髪の毛が長いと練習の邪魔になるでやんすよ。別に長くたって問題はないのではないですか？髪の毛の長さと野球の上手い下手は関係ないと思うんですけど。まあ別にいいんでやんすけど。嫌な言い方ですね。まあ、あくまでも自主性に任せるでやんす。めっちゃ親切高校の先輩っぽいな。なら僕はこのままで。暑いんでやんすよ、甲子園は。そんな長ったらしい髪の毛は邪魔になるでやんすよ。甲子園、本当に行けるんですか？行くに決まってるでやんす。あんたは生意気でやんすよ。まあまあ、髪の毛のことはマウスくんが決めたらいいことだよ。ところでマウスくん。君は練習の時によくいなくなってるような気がするんだけど、どういうことなんだい？あえて事情は聞かないけど、まあ君に任せるよ。こっちの方が野球センスが稼げます。ゆうきくんは甘すぎるでやんす。気長に付き合うさ。三田先輩に髪の毛のことで嫌味を言われたらしいな。あ、先輩。あんな先輩の言うことなんて気にしなくてもいいって。頭ごなしにああしろこうしろって腹立つよな。おい、引きた。でも先輩は髪の毛。まあだって髪の毛長いと野球するのに邪魔だからな。頭洗うのも楽ちんだろ。俺合理主義者だから。翌日。切ってきたね。マウスくん髪を切ったんだな。ああ、逃げなくていいから。オスキャプテン。オスはいいよ。堅苦しいのはなしにしよう。でも他の人の目もあるんで礼儀はきちんとしないとダメです。まあそうだな。で、何をしてるんだい？はい、ボールが傷んでいたんで直していたところです。勝手にすいません。むしろ礼を言うのはこっちの方だよ。お前器用だな。ボールは命が宿りますから、ダッシュから来てるとマジで。そうだな、そうだな。傷んでるとかわいそうです。え？ああ、まあ、命がね、ガチでね。ええ、ボールは命です。キャプテン、練習サボっててすいません。これから頑張ります。やる気になったのか？はい。昔友達が自分から歩み寄らないと何事も始まらないって言ってたのを思い出したんです。それで勇気を出してもう一度野球を頑張ってみようと思いました。そうか、いい友達だな。これダッシュの主人公ですね。よし、これから一緒に頑張ろう。はい。やる気になってくれた。今日までご苦労様でした。ああ、では後のことはよろしく頼むぞ。やれやれ、これでようやく羽が伸ばせるぞ。これでシアンが引退しました。お誕生日おめでとう。え？あ、そっか。今日は俺の誕生日か。高校生活最後の大会頑張ってね。あ、うん、ありがとう。どうせなら、家族以外の人に言って欲しかったな。まあ、彼女はできなかったからね。大変でやんす。天道が偵察に来たでやんす。え？天道がここに？まあ、去年やっつけたから当然なんだよな。それが違うでやんす。何が？だから全然違うでやんす。だから何が違うんだよ。ここが新設高校か。誰？確かお前がここのキャプテンだったな。今年は負けないぜ。まさか。ま、天道か？ああ、そうさ。去年お前たちに打ちのめされて、惨めにマウンドに這いつくばった負け犬の天道だよ。今年はきっちりお返しをさせてもらうから覚悟してろ。本当に全然違う。俺の聞いた話だと、あの試合で連投がたたって肘を悪くして、それ以来リハビリに明け暮れてたって聞いたぜ。それが本当なら今年は大したことないんじゃないの？だといいんだがな。あれは怖いだろう。オッケー、じゃあ今回ここまでにしておきましょう。次回甲子園に行きたいと思います。果たして天道を打ち崩すことができるのか楽しみにしておいてください。じゃあよければチャンネル登録、高評価お願いします。バイバイ。はい、どうもゆきです。パワーポケ10メインストーリー解説実況を続きやっていきましょう。今回最終回になるかな？夏の甲子園まで行けたらちょっとどこまで行くかわかんないんですけど、頑張って。ストーリーを完結させて、このお話、パワポケテンはね、どうしても彼女がいいって言われるんですけど、メインストーリーも野球のところも熱いよっていうところを見せていきたいと思います。それでは行きましょう。さあ、俺にとって高校野球最後の大会が始まったな。こうなったら春夏連続優勝してやるでやんす。考えが甘い。甘すぎるぞ。今日の相手は確かに弱小校だが、油断は禁物、舐めてかかれば痛い目に遭うのが勝負事なのだ。気を引き締めていけ。はい。それ相手チームに聞こえるよう言っちゃダメじゃね。
おい、ゆき。はい、監督。チームの状態はお前が一番把握してるようだ。この試合お前の助言を参考にしよう。はい、わかりました。これ選手交代できるようになるんですよね。監督評価高い人だっけな、確か。この要素ね、ゲームボーイアドバンスでもあれば非常に楽だったんですけど、マジ入れてほしかったな。オッケー、勝ち。まあ、ここは平気でしょう。はい、はい、はい、ありがとうございます。やった、勝ったぞ。バカモン、今日は勝って当たり前だ。それどころかなんだ、この苦戦は。お前ら全員学校に帰ったら反省ミーティング。休ませてくれよ、たまには。さあ、みんな。頑張ってくるのよ。やだー。はーい、トラウマ校。因縁のテッサ高校が相手か。後輩たちの調査によれば、チーム構成はメンバーも含めて昨年とほぼ同じだ。超スローボールの投手と硬い内野守備だな。守備の頭越ししまえば関係ねえさ。簡単に打てたら苦労しないでやんす。簡単じゃなくても打たなきゃ勝てないんだよ。間違いない。さあ、大勇気はこれチームの状態ですね。はい、じゃあ頑張っていきましょう。こいつらがぶっちゃけ一番強えんだわな。オッケー、勝ったー。マジきつい、こいつら。マジできつい。やった、勝ったぞ。みんな残念だったわね。でも泣くのは学校に帰ってから。負けたのは本当に悔しいから、ここは意地を張って堂々と立ち去りましょう。ほらみんな、男の子は格好つけないと。あ、はい、監督。うん、それでよろしい。いい監督だぜ。おいらもああいう監督が良かったでやんす。そうかな。試合に勝ちたいならうちの監督みたいに厳しい方がいいんじゃないのか。それは2年以上耐えた今だから言えることでやんすよ。最初心折れかけてたからね。アホなこと言ってねえで、とっとと学校に帰るぞ。えい、監督いつの間に地獄耳でやんす。でもちょっと嬉しかったんじゃないの、監督。なんだかんだね、いいやつだからね。今日は地方大会の決勝戦だ。再び天童と対決でやんすね。ここまでの記録から見ると、直球主体の投球から変化球を混ぜるようになってるでやんす。あいつの武器はストレートだろ。それじゃむしろ組みしやすいかもしれないな。だといいんやんすけどね。昨年、うちの公式じゃねえや、甲子園行きを阻んだ新設高校が相手とは、これも何かの巡り合わせか。天童。はい。この半年、地獄を見て生まれ変わったお前の実力を敵に見せてやれ。監督に言われなくたって、ぶっ潰してやりますよ。もう全然変わっちゃったよな。もう見る影もないよな。あんなアイドルみたいだったのにさ。さあ、やっていきましょう。ガチ天童ですね。新天童です。オッケー、勝ち。最後勇気が打って勝ちました、何気に。よかったです。なんかさ、次回からパワポケ11じゃないですか。そっから試合もちょっとお見せしようか悩んでるんですよね。まあメインストーリー見せるのがこれメインなんでっていうか、そういう動画なんでカットしてるんですけど、ちょっと気になる方いたらコメントで教えてください。それ次第では試合も打つそうかなって思ってます。やった、勝ったぞ。また甲子園に行けるでやんす。オッケー。お前たち本当に監督どうしたんですか。本当によくやったとでも言うと思ったか。ここで大会は終わりじゃねえ。やるからには春夏連覇だ。もっともっと練習して甲子園でも勝つぞ。はい。表情がいいね。熱いね。くそ、またここに負けるとは。あんなに練習して頑張ったのにダメだったなんて。くそー。そりゃそうなるわな。その気持ちがあればお前はさらに成長することができる。むしろこの2回の敗北はお前にとって良かったかもしれんぞ、監督。でもよく考えたらこれで高校の全国大会は最後じゃないか。いい加減なこと言うな。あー、やましはプロに行ってからのことだな。ちょっとしょうまやめなさいって。だってそもそもこいつの選手起用がまともだったら俺3回は日本一に慣れてるんだ。あー、それは否定できないかも。あー、君までそんなこと。監督無能だな。なんかあっちのベンチが騒がしいでやんすね。いいかね、いいかね。日本中に新設高校の思想を。日本に新設、理事長しっかりしてください。そして、ようやく甲子園出発か。2回目ともなるとちょっと落ち着いてるでやんす。余裕が生まれてんね。タルンドル。評価下がったんだけど。いよいよ俺の高校生としてのクライマックスだな。キャプテン、眠らないんでやんすか。月が明るくて眠れないな。ニダくんもか。こういう時は無理やりでもキャプテンは全員を休ませるべきでやんす。その本人が起きててどうするんでやんすか。確かにそうだ。ニダくん、なんでやんす。俺、10年後も野球やってるかな。10年後もこの夜の月のこと覚えてるかな。はぁ、どうせ10年後に別れてやんす。今はとっとと寝ろでやんす。さあ、再びやってまいりました、甲子園球場ですね。今回はどのような結果になるのか。これ1年目と比べるとちゃんと出てる選手とか違うんですよね。マウスくんとか入ってるところが変わってるっていうことで、こちらの絵柄もぜひ実況動画のね、前の方のパート見てご確認ください。またこの場所に戻ってきたな。2回目でやんす。よし、こうなったら勢いに乗って春夏連覇を目指すぞ。やってやるでやんす。やばい顔だな。
あれが相手チーム？さすが甲子園、世界中からチームが集まってるのでやんすね。いや、それはないから。高校野球だからね、これ。しかも日本のですからね。はい、じゃあ行きましょう。一試合目、オリエント高校です。はい、オッケー。まずは一試合目、無事に勝利。ここはいけますね。さすがに。やった、勝ったぞ。二回戦進出でやんす。バッカモン！たった一試合勝ったぐらいで浮かれ騒ぐな。はい。いや、いいだろ、浮かれても。そして、どこに投げても打たれる。嫌だ、投げたくない。赤坂。父ちゃん、かっこよかったのに。いや、でもこいつらが強いだけなんだよな。おい、早う投げるがじゃ。雨が強くなりだしたぎに。こんなバカなことが。7回の表がいつまでも終わらん。このままやったら、試合不成立で再試合じゃな。再試合？おー、開いたぜよ。この回19点目か。さっきの回までわざと打たずに置いてやったのに、名門大安高校もこの程度か。これ結構複雑だよね。パワポケ4も好きだったから。審判、試合放棄や。これ以上、俺の生徒を傷つけさせるわけにはいかん。いや、もう19点打たれた時点で結構傷ついてるよ。よし、2回戦だ。ゆうきくん、相手チームの学校名。ああ、変だよな。スクール学園高校学院。まだ4校ですね、合体したのは。だろ？何度か甲子園に出ている強豪校だよ。パワポケ4でも出てきたから、大安と同じくね、4から出てるんですよね、これ。いや、確かに聞いたことあったけどさ、4つの学校が合併してできたところで、その全ての学校の名前の下の部分を並べたらしいね。どうせなら上の部分を並べりゃよかったのに、間違いねえ。いや、それより相手の連中っすよ。ほら、あれ見てください。ちょっと一郎っぽいよな。何あれ、ものすごく変でやんす。まあ、君たちの体格に比べればね、だいぶ変でしょうね。はい、やっていきましょう、スクール学園高校学院。オッケー、2回戦目も無事勝ちと。この後なんだよな、こういうのが。やった、勝ったぞ。変な名前の学校の変な連中に勝ったでやんす。あれ、そして、あれ、どうなってるんだ、なぜうちが負けてる。監督、おい、東堂の弟、9回の表までうちが5点リードしてたよな。はい、でごわす。9回表までノーヒットノーランだったよな。そうでごわす。どうして相手が天下無双がさよなら勝ちしてるんだ。ルールがおかしいのか。ルール。監督しっかりするでごわす。ち、打ち足らんぜよ。おお、来た。なんで向こうにもっと点をやっとがんのじゃ。こいつらがおかしいんだよ。甲子園で順調に俺たちは勝ち進み、そしてついに、岡田。甲子園決勝が最高の舞台での再会ぜよ。お互いよく勝ち残れたな。まったくな。ゆうき、わしは野球が嫌いじゃ。野球さえこの世になかったら、こんなに苦しくて辛い青春は送らんで済んだんじゃ。そう思うと無性に腹が立つ。こいつ何を言ってるねやんす。だからわしは今日の試合にその怒りを全部ぶつける。そして、試合に勝った後、野球から足を洗うために自分の腕を折る。なんだって？お前正気じゃないぞ。正気？なもん、とうの昔に捨てたわ。まともな精神でやってきてこの場所に立てるというんか。おまんらも、青春も人生も喜びも、このクソつまらん白いボールのために犠牲にしてきたんじゃろが。岡田、それでも俺は野球が好きだ。ああ、そうかい。じゃあお互い主張の違いが分かったところで、決着をつけるぜよ。最終試合、天下無双学園。行きましょうか。いや、熱いんだけどさ、これ顔のサイズの違いが圧倒的なんだよな。さあ、やっていきましょう。オッケー、勝ち、めっちゃやり直しました、ぶっちゃけ。はい、その辺ぶっちゃけますんで、僕。でもこれで、無事に勝利でございます。はい、またこのね、優勝時の効果が聞けるということで嬉しいですね。で、彼も2年目なので、きっとこの視線はね、もう本当に、うわぁ。俺2年連続っていうか春夏連覇だよっていう気持ちできっと見てるんじゃないかなと思います。ここのね、主人公の帽子とか顔の汚れ具合もいいですよね。戦って勝ったっていう感じがして。天下無双強くね？俺カード野球で取りやがった、どうせ試合カットすんだったら。カード野球でやりやがったなぁ。ダッシュでだいぶ目押し慣れたからさ、あっちの方が楽だったなぁ。まあいいや、でも結果勝てたから。いいでしょう。はい、新設道で行きますよ。はい、ありがとうございます。金行きがやったなぁ。やったやった、優勝だ、日本一だ、やったでやんす。これ、ゆうき、何を浮かれてる。え、はい。すいません、落ち着きました。
春の時もそうだったが、お前は緊張感が足りん。学校に戻ったら千本抜くだ。監督も嬉しいくせに、あれ絶対に照れてるよね。さぞかし激しいノックがキャプテンをそうだろうな。やれやれだぜ。仲良しだな。岡田、勇気、おまんのおかげでもう少しだけ野球を続ける羽目になりそうじゃ。いい加減気づけよ。何がじゃ。自分の手を見てみろよ、そのボロボロの手を。寝ても覚めても野球のことばかり考えて、夜中に思いついて素振りをする。本当に野球が嫌いだったら、そんな生活ができるもんか。知った風なことを抜かすな。今日の試合、途中までそっちはわざとバットを振らなかっただろう。そんなことをしなければきっとそっちが勝っていた。どうしてそんなことをした。そりゃ真面目に野球やってる奴をバカに。違う。そこまで歪んだ戦い方をしないと、自分たちが野球を続けている意味に気づいてしまうからじゃないか。車に構えて相手を笑わなければ、嫌いだと言いながら必死に野球を練習する自分たちの滑稽さに気づいてしまうからなんだろう。違うんじゃ。野球にもう一度正面から向かい合ってみろよ。それでも野球をやめるというなら止めはしないけどな。これ以上はあいつら自身の問題か。そしてというわけで、俺たち3年生はこれで引退する。引きた。はい。次のキャプテンはお前だ。俺たちのできなかった夢を叶えてくれ。はい。でも甲子園には行きましたからね。それ以上っつったらもう記録を伸ばすぐらいしか目標がないですよね。偉大な先輩を持つと苦労するよな。だけどどうしてくれんすか。いいね、この入学時は生意気だったやつが打ち解けてさ、キャプテンになるっていうのもいいっすよね。まあそうだ、俺がこれまで貯めたペラなんだけど、お前たちで使ってくれ。野球部の新しい伝統だ。ありがとうございます。これでもこれ伝統にされると後続辛いけどな。ちょっと、あ、そうか、俺これで引退なんだよな。甲子園にも行けたし、3年間全力でやった野球部だ。後悔はないよな。楽しかったな、野球部。そして月日は流れて、今日は高校生ドラフトの日か。ドラフトの目玉は天童でやんすね。8球団が指名するって話でやんす。そりゃそうだろ。あれだけの球が投げられる高校生なんて何十年に一人だからな。彼のライバルとしては複雑な心境というところでやんすか。ライバル？チェ、格が違うのは仕方がないさ。勝負はプロに行ってからだよ。ところで、今日はゆうきくんも指名される可能性があるそうでやんすけど、どこの球団が希望でやんすか。そうだな、じゃあここは阪神にしておきましょうか。へえ、そこでやんすか。ゆうき、あ、監督、どうしたんです。ちょっとお前に話があってな。それじゃあおいら先に行ってるでやんす。それで話って何です。ああ、前キャプテンであるお前には話しておこうと思ってな。実は野球部の監督を辞めることになった。甲子園春夏連覇してんのに。え、甲子園出場で学校自体の注目度が上がってきたからな。これまでのような指導のやり方では困ると校長に言われたんだ。はあ、で辞めちゃうんすか。当たり前だ。俺は自分のやり方が正しいと信じてここまでやってきたんだ。自分の信じていないやり方で生徒を指導なんてできるかよ。一応熱心だったんだよね。でも野球から離れるなんて。おい、ゆうき、誰が野球を辞めると言ったね。でもさっき甲子園に行って有名になったからこの学校じゃ無理になっただけだ。俺の指導を求めている学校が日本にはいくらでもある。はあ、なるほど。おい、ゆき、そろそろドラフト会議が始まるぞ。はい。それじゃあ監督、行ってきます。そして、新設高校、ゆき。おお、おめでとう、キャプテン。無事に指名されたな。ありがとう。カンドリもエチゴもプロになれるから大丈夫だよ。一緒に遊ぼうぜ。やれやれだぜ。おいおい、なんでお前たちキャプテンの実力を信じてなかったのか。まあ、それは、まあ、キャプテン、改めて言うと変な感じだけど、俺この学校へ来てよかったよ。あ、最高の野球部だったね。練習きつかったけどな。やれやれだぜ。あ、俺のセリフ取るのは間違いない。とにかく楽しかったでやんせ。そうだな。いい野球部だった。いいんだよこれ。いいんだよ、バカマン。監督、お前ら何じじむさい干渉に浸ってやがるんだ。そういうたるんだ精神は肉体から汚ね、直さんといかんな。全員、今からグラウンド10周。いえ、おいらたちとっくに引退してるのに。でもやっぱりこうでなくちゃね。やれやれだぜ。よし、みんなで走るぞ。おっす。ここの青春がいいんだわな。そういえば天下無双学園の岡田、今日は指名されていなかったな。やっぱり野球やめちゃったのかな。は？ゆきくん知らなかったでやんすか？何を？あいつまだ2年生でやんす。ドラフトは来年でやんす。引田と一緒なんだ。なんだってあんなおっさん顔で？あれで年下かよ。めちゃくちゃ強かったからな。ということで無事クリアです。最後にアルバムですね。こらお前ら、キャプテンの言うこと聞け。クソ、今になって先輩方の苦労がわかるぜ。その後引田は苦労しましたよと。そしてマウスは引きこもりましたよと。マウスは部屋から出てこなくなってしまいました。あんた、いつまで部屋にもこもってるつもりなの。今日はお前の成人式だよ。うせ、俺はもう一生ここで暮らすんだ。まあこれはみんなが通る道ですね。一振りごとに雑念を消し、一振りごとに集中していく。
野球の練習の苦しさも野球の楽しさもそこにはなく、ただ無念無双のままに架空のボールの軌道をバットのマシンで振り抜く。野球は道と見つけたり。顔怖すぎなんだよな、この高校2年生。めちゃくちゃ顔怖いじゃん。はい、ということでパワーポケ10のメインストーリーをやってみましたが、いかがだったでしょうか。ぜひ皆さん感想をお聞かせください。パワポケ10はね、こんな感じで彼女がいい彼女がいいと言われますが、実はメインストーリー超熱いです。この動画を見て、あ、青春っていいな、あ、パワポケっていいな、あ、やっぱりパワポケは野球ゲームだよなと思った方は、ぜひご自身でもプレイしてみてください。じゃあ次回からパワポケ11の実況が始まります。そちらもぜひ楽しみにしておいてください。よければチャンネル登録、高評価もお願いします。バイバイ。